はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは。レクセニコシ弁理士の乙女と申します。今日は、2024年度向けの、入門講座の開講ということで、皆さんにとってはちょっとこう入学式というか入講式のような形ですね。でなので、ちょっと今日はイレギュラーな感じで、最初に持ち物だったりとか、講義の受け方だったりとか、ちょっとルール上のことをお話しして、であと勉強の方針とかお家でしていただきたいこととか、そういったことをお話ししてから、講義に入らせていただきたいと思います。で、まず、マスクに関してなんですけど、今日私これからマスク取らせていただくんですが、受講生の方も個人の判断でっていう形になります。ただちょっと私感染した経験があり、でその生活 の感じからするとおそらく教室内で感染したんですね。ですからちょっとねトラウマ的なところがあって、2023年向けの講義は全部マスクをつけていたんですよ。でちょっと24年度向けからもうちょっとしんどいのもあるのでマスクをして午前午後の講義だと6時間なので、なのでちょっとしんどいので、もうさすがにちょっと取りたいなと思っていて、でちょうどキリがいいのでこの講義からちょっと取っていこうかなと思ってるんですけど、この3列ですね、前のこの3列まではマスク着用でお願いしたいんです。だからつけられないんであれば、それよりも後ろ横にちょっと広がっていただきたいなと思ってるので、ちょっとご協力をお願いします。なので他の席では別に取っていただいても構わないです。講義によってはこう問答が入る講義なんかもあるんですね。私が今担当している中でもゼミ形式のものだとこうやり取りがあるので、受講生の方もお話しされるから、それはちょっと着用義務になってるんですけど、座学でこう一方的なものは皆さんのもう判断、もう講師の判断によるっていうふうに一応なってるんですけど、私の一応考えればもういいかなと、外していただいてもいいかなと思ってるので、ただちょっとこの前のところだけはご協力をいただきたいということをお願いしたいと思います。はい、そうしましたら、ちょっとお話ししておいてくださいっていうことが事務局からあるので、それについて先にお話ししておきます。皆さんはマイページってご存知です？受講の皆様は履歴とかも見れるんですけど、ご自身でこう管理されている自分のページがレック の, なんかあるはずなんですね。でもし今って分かんないよっていうことがあれば、講義終わった後に事務局の方で見方分かんないんですけどって言っていただければ教えていただけると思うんですが、そのマイページ上でいろんなものが管理されてまして、一つはこの講義内で使っていく板書なんですね。で板書用紙ってこういうちょっと B5 サイズの用紙があって、でホワイトボードとかちょっと黒板を使えないんで、このレックのシステム上ここで一応私が図を描いたりとかフローチャートを作成したりとかしながら条文を説明したりすることが多いです。なので、1回の講義に科目とかその回にもよるんですけど10ページとか使う時もあるんですね。でノートを取っていただいても構わないんですけど、ここに映し出されるのがそのモニター、その辺の近い自分 の, 都合のいいモニターを使っていただければいいんですが、ただそれでなくてもちょっと難しい勉強をするのに、その書きながら理解するっていうのは結構大変なので、聞かないで一応その書かないで聞いていただく方を優先していただいた方がいいかなっていうのもあり、板書はそのマイページアップされますので、ご自身で取って帰らなくても後から取得できるようになってます、であとそのマイページにアップされるものとしては音声データ、そうですね、音声データ、この今私電話をかけて収録お願いしますって言って収録をしているんです、この講義で。通信の方はこの生講義を収録したものがそのまま通信の教材になるんですけど、生クラスの方も、
2日後ぐらいに、ちょっと正確な時間は、ね、その時によるかもしれませんが、2日後に、マイページアップされるので、そこから欠席された方とか、まあ、復習で使うっていう形でもいいので、講義を再受講できるようになってます。なので、まあ、このマイページにいろいろとその講義で使ったものとか、あとあれですね、一応入門講座のこの講義編の中では多分追加レジュメは発生しないんですけど、演習編とか今後この長い受講期間の中で教室内で配布するレジュメが出てきます。でその時生クラスの方は一番後ろに長机を置いてて、あれ置いてますよね、消毒液、あの辺に置いてあります、その日に配布されるレジュメで。欠席された方とあと通信の方とかは、データで、まあ、そのマイページから取る感じになるので、マイページってすごい大事なんですね。だからここに書いてるように追加レジュメ、あとまあサブ教材などが発生する場合は、各講座のウェブ音声ダウンロード配信日までにデータをアップしますと。でこれが多分おそらく2日後ですね。でまあ、ちょっといろいろ書いてありますけど、まあ、これも板書用紙に書いてあるようにこれもアップするんで、まあ、ちょっと確認しておいてください。でレックのまあマイページにアップして、で右上のところの学習コンテンツっていうところがあって、でそこからオンラインスタディ SP かなをクリックするっていう感じで取れるようになってますので、まあ、ちょっとそういうの苦手だっていうことであれば事務局の方に聞いていただければと思います。まあ、とにかくマイページにいろいろアップしますっていうことなので、教室内で配布されるものとか全部皆さんが今お家に届かないものね、お家に届いてるもの以外は全部マイページに入りアップされるので、そこから取っていくっていうルールですね。なので板書をまあその日に取らなくても大丈夫になってますので、いろいろ詳しく書いてるのな、一応ちょっと写しとこうかしら。そのオンラインスタディ SP をクリックしたらこのページに飛んで、でこの講義名ですね、これが出てくるの で自分のその受講してる講義、まあ、受講してる講義しか、まあ、出てこないからね。で取りたい講義名をクリックしたら、この左のところかな、ファイル一覧っていうところになって、でここに全部各ファイルがわーってアップされてる感じですね。うん、だから追加レジュメはすべて PDF データでのご提供となり、ご自由にダウンロードいただけますと。で講義内で、講義内で発生する板書、この用紙に私が書くものは、右側の科目一覧内にありますと。これだけちょっと場所が違うのかな、うん、で書くの場所がちょっと違うのでってことで、ご自身でちょっと見てみて、分からなかったらちょっと事務局の方に聞いていただければ大丈夫なので、ご利用いただければと思います。であとちょっとこれ今通信でも撮ってるので、通信の方だけにちょっとお知らせなんですけれども、今年から通信クラス専用の電話相談を受けたまわることにしました。で、生クラスの方一応言っておくと、生クラスの方は、各月くらいにはなります。だから1回目が5月の終わりぐらいに一応私の方では予定してるんですけど、フォローアップ相談会という相談会を実施して、でそこでこう相談をね募る感じになるんですよ。こういう紙で相談カードを前の週ぐらいに配布して、で相談したい内容を書いていただいて、で当日までに提出していただいて、で私の方で、まあ、ちょっと大体似たような質問とか相談が多いので、まあ、まとめてこう回答みたいな感じにはなるんですけど、1時間くらいでその、相談ができる会を設けますので、生クラスの方はまあそれを使っていただく感じで、通信の方はそれ参加できないんで、通信制クラスに、電話相談の機会を設けてます。でこれはですね、ちょっと不定期なので、アップされた日でしかできないんですね。でちょっとここにも書いてありますけれども、まあ、ちょっとややこしければ水道橋本校にお電話していただいて、まあ、聞いていただければと思いますが、
相談会をね今年から実施するので、1枠10分か15分ぐらいなんですけれども、予約で相談っていう形を取りたいと思います。あんまりこう正規にはやってなかったんですね今まで、うん、だけどちょっと今コロナのそのあれに入ってから通信制がぐっと増えたんですよ。今までも生がやっぱり多くて、で通信の方が人数的には少ないって感じだったんですけど、今もう大逆転してて、3年前のだから後期ぐらいからかな、もう通信がすごい多くなってきたので、もうじゃんじゃんその相談とかがですねあるんですけど、私もこのコースだけじゃなくて中上級も担当してたりとかして、ちょっと時間があんまりねその開かないので、あえて開けてもらわないと、レックの方に開けてもらわないとちょっともうスケジュールがパンパンなので、もうこういうコーナーっていう感じで時間を取ってるので、通信の方はそれをちょっと利用していただきたいと思ってます。だからちょっとそれ以外の日で受けたまることはちょっと今後控えたいと思っているので、ちょっとその辺の、ルールですね守っていただければと思います。はい、そうしましたら、通信も生クラスも基本的に配布物進め方一緒なので、まず、受講上のルールを簡単に説明しますね。講義編というのはインプットです。で演習編答練編はアウトプットです。なので演習編、答練編っていうのが、コースの中に、入門講座の演習編で論文だと答練編かなあるんですけど、実際こう書いたりとかするっていう感じですね。でなので講義の最初のところでその演習時間答練時間みたいなのがあって、でそこで皆さんは解いたりとか書いたりとかして、でその時間が終わったぐらいに私が登場して解説をするっていう形なんですね。で講義編っていうのは今日も講義編なんですけど、全部がインプットなので、3時間皆さんが解く時間はなく、基本的に3時間座って聞いていただくっていう感じです。で3時間1コマで土曜日は2コマありますので、午前午後に分かれていて、で間に、1時間のお昼休みがあるので、そこでお昼休憩お昼ご飯を食べていただく感じです。でその他にその3時間3時間の3時間の中で2時間経過ぐらいのところで、10分の休憩が入るので、1時間半から2時間ぐらいの間もちょっと切りのいいところで、ちょっとじゃあ今から休憩入りますって言って休憩に入って、でまた後半みたいな感じが前半も後半もありますので、そこはもう本当10分だからそんなに休める感じではないと思うんですね。で、ご質問とかご相談は当日その講義で出た質問とか受けたまわりますから、講義が終わった後にちょっと並んでいただく感じですね。で、入門講座なんでそんなにまだ何質問していいかとか、まだちょっとこう入門講座論基礎とか短基礎になってくると、ちょっと自分で質問したいこととかが明確になってくるんで、割と出てくるんですけど、入門講座まだちょっとどうかな、聞きたいことがあれば講義の後に並んでいただく感じで受けたまりますね。でコロナがすごい流行ってた頃はすごいちょっとそれもルールを設けてないとかして、すごい離れていただいたりとかしてたんですけど、もう今は普通に、で質問を受けたまるときは私もマスクをして受けたまるので、講義の後にお願いします。で休憩時間は私も一応ちょっと体力的なこともあってお休みさせていただきたいので、講義の中の10分休憩ですね、10分休憩とお昼休みの休憩はちょっと質問はちょっと受けたまらないということで、講義が終わった後だから土曜日だと夕方ですね。で、木曜日に講義が途中から入ってきますから、それは講義が終わった後ですね、だから10時ぐらいに終わるんですけど、遅くなっても皆さんの方でよろしければ質問は受けたまりたいと思います。でちょっと長くなるような生クラスの方でちょっと長くなるような相談みたいな感じだと、質問にちょっとこう並ばれた方たちとの問題があるので、ちょっと自分で10分以上かかりそうだなっていう人は別途この1階の事務局の方に相談していただいて、私のどこかの休みで予約っていう形でさせていただきたいので、ちょっとご自身でその辺ですね、周りの方とのそのちょっとご協力というかしながらやってください。毎年ちょっとねその辺でこうクレームというか揉めることがあるんですよ。
なんかすごい並んでて、で自分すごい並んでるのに前の人がすごい長くて、そんな長いんだったらもう一回回れみたいなことを言って揉めたりとかすることも多少あるんで、ちょっとそこはご自身で周りの方のことを考えながらご協力いただきたいと思います。まあ、大丈夫だと思うんですけどね、そんなにね、私もできるだけ協力はしたいと思うので、ご相談があればちょっと予約制でやっていきたいと思います。いいかな、それぐらいかな。で、講義の最中にお手洗いとか行っていただいて大丈夫ですよ。ダメなのはちょっと電話を鳴らないようにしといていただきたいのと、で、あとはお友達が周りでできてくると思うんです。そのうちだいたい皆さん指定席になってきて、同じ席になんか座られて、で、こうなんかこう周りの人と話すようになりますから、お話ししたい気持ちはわかるんですけど、講義の最中ですね、始まってから終わるまではちょっと静かにしていただきたいので、黙って外に出てなんかトイレに行ったりとかするのは OK です。で、まあ、遅刻もね、本当はよろしくはないんですよ。その分講義が欠けるからちょっと知識抜けたりもするし、あんまり毎回毎回遅刻っていう感じはちょっとね、ご自身のためにやめていただきたいんですけど、まあそこはもうご自身でっていう感じなので、遅れてきたらそっと入ってそっと座ってっていう感じで、まあとにかく収録してるのもあるので、ちょっと物音はあんまり立てないようにはしていただきたいと思います。それぐらいかな。まあルール的なものはそうですね、特になんかお休みされるときに連絡しなきゃいけないとかそういうことはないんで、もう本当に自己管理ですから、まあ、だからこそね、ちょっと自分で気持ちをしっかり持って休まないように続けられるようにはやっていただきたいんですけど、まあ学校じゃないんであんまりこっちから縛ることはあまりありませんけれども、自己管理をしっかりしていただくという感じですね。で、あと今日はね、まだもう内容的にできないんでやらないですけど、特日の2回目ぐらいからですね、特許法に入って2回目くらいから居残り演習を行います。で、居残り演習というのは過去問集、担当の過去問集ですね、この見本を見せるとこれですね、これを使ってその日に進んだ範囲の、まあ、ちょっと典型的な問題を私の方で選んで、で、その日理解できてるかなってことをちょっと確認して帰っていただく感じですね。で、さっぱりとかっていうことになると、お家に帰ってやっぱり何回も講義聞き直したりとかも必要になってくるし、そのちょっと自分でその日の講義の消化率というか、それを確認するためにやります。で、ツールがこれなので、近日中にこれを購入しておいてほしいんですね。で、これは外販書籍でもあるんですけど、レックの中で買えるものなので、皆さんこのコースを申し込んで多分何十万もかかってるはずなので、ポイントがあると思うんですよ。で、ポイントにちょっと足すぐらいで多分これと、で、これって上4法特実いい章なんですけど、あと条約、府庁ですね、下3法とか分かれていて、ちょっと今私持ってないんですが、ブルーの表紙のもの、これとそっくりのものがブルーのものであって、あと2個で全部の科目が揃うんですね。で、2個買うと確かね、ちょっとポイント足らないくらい、コースのポイントだと足らないくらいだったと思うんですけど、いずれいるのでどっちみち、なのでとりあえずはこの上4法の方を早急に用意していただきたいということですね。で、これはまあレクの中でも買えますよってことをお伝えしておきます。はい。で、あとその他に持ち物とお家に買っといていただきたいものを伝えたいんですが、お手元にですね、これあります、これから弁理士を目指す方へっていう、これね、これあったらちょっと用意していただきたいんですが、で、ちょっと試験の話は後にするんで、持ち物をとりあえず言うとですね、どこかにその書籍の話があったと思うんです。11ページからちょっとその書籍の話に入ってるんですけど、11ページね。条文集はどれを購入したらよいでしょうかっていう、なんか質問形式になってるんですが、
トータルで見たとき、試験までのトータルで見たときには、条文集が2冊必要になります。で、同じものじゃないんですけど、タイプとしてまず一つはこれですね、法文集、ちっちゃいんです。今生の方だとちょっと感覚わかると思うんですけど、この大きさね、ポケットサイズのこの大きさで、まあまあな分厚さなんですけど、知的財産権法文集ですね。今本屋さんに並んでるものが28版より新しいものがあるかもしれないですけど、これね、これがまず必要です。で、出版社がね、ここですね、この、 冊子でいうとこの3つがあって、で今私が写した版書用紙のところに写したのがパテックなんで、この一番上のこれかな、これですね、一番上の知的財産権法文集、これですね。で、もうすでに何か買ってます、この下の2つのいずれかを持ってますとか、あと何かしらのこだわりがなければ、この一番上のこれがいいと思います。要は私が持ってるものと同じものの方が、例えばページ番号を言ってあげたりとかもできるので、皆さんが使うものと私が使うものが同じ方が、まあ便利が多分いいと思うんですよ。だからまあ一番上の、まあ、特に何かこだわりがなければですね。でもしね、もうこう2つ目3つ目持ってるんだったらそれでいいですよ。もう何かの理由で持ってるんだったら買い直さなくてもいいですけど、まあ、これをまず一つですね。で、この条文は入門講座の間と、あと論文基礎力完成講座の間に使っていきます。入門と 論基礎、うん、だから8月いっぱいくらいであれが終わるのかな、入門が終わって。でも論基礎が11月ぐらいまであるかな確か、うん、まあまあだから長く使っていきますね、これはね。で、まあ、入門はまずその今日もそうなんですけれども、条文の体系っていうものが皆さんの中にこうしっくり入ってこなきゃいけないんですね。まずね、要はその法体系っていうものがあって、条文って例えば特許だと1条から204条まであるんですけど、一応その並び方にも理由があったりとか、グループに分かれてたりとかするんですね。1条から28条までのグループ、29条からっていう感じでこうグループに分かれてたりとかもするので、まあ、そういうちょっとこう法体系を学んでからその中のこう条文枝を見ていく、いわゆる木を見て森を見ずになってはいけないとよく言うんですけど、まず森を勉強して、どんな種類の木の塊があるのか、ね、どの辺にはどういう種類の木があるのか、で今度は一つ一つの木を見て、この木はどんな何本の枝からなってるかとかね、なんかそういう感じの木を今度観察するようになるんですけど、木を観察するのはどちらかというと単刀基礎力完成講座で細かいところを見ていく感じなんです。でその前にやっぱりこう概要から入っていって、だん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 こう細かくしていく感じになるので、まずその条文の並びがきれいに条文番号順に並んで、その中でこう塊が把握できるようになっておかないといけないので、まずはこのタイプを使っていきます。で担当基礎力完成講座に入る頃、つまり9月の、まあ、初旬ぐらいになるのかな、皆さんの単基礎って。でその9月に入った時に、今度この4法対象条文っていうものを購入いただきます。でこれがこの冊子でいうとパテックのものなので、これかな、一番上の A6 番、うん、これですね、一番上のこれですね。で4法対象条文は、まあ、できるだけ私と同じものの方がいいかな。書き込みとかをしていただくんですね。結構書き込みの指示、色マークの指示とかをするんで、同じ方が多分使いやすいと思うんです、こっちの方がより。だからこの4法対象条文を、まあ、9月ですね。で新しいものがやっぱ秋口ぐらいにだいたい出てくるんで、去年の方はねちょっと待ったんですよ。開講が先で1ヶ月くらい待ってから4法が新しいのが出版されたので、ちょっと待っていただいた感じなんですけど、ちょっとその頃になるとパテックのホームページに情報が載ってくるので、まあ、私の方でも皆さんにちょっと10月に発売されそうだからちょっと開講から待ってと、まだ買わなくていいよとかね、そういうふうに言っていくから、まあ、ちょっと指示を待ってからこっちは買っていただく感じでいいと思います。
で、4法対象条文は一番上に特許法で実案意向書表っていうふうに4段に分かれていて、で特許の並びに全部並び替えてるんですよね。例えば特許法で補正って17条にあるんですけど、意向法商標はかなり後ろの方で、60条の24とか68条の40とかって言って、かなりもう聞いただけでも後ろの方だって分かるでしょ。でそういう感じでちょっとその特許の並び順ではないんですね。で特許と同じ並びに全部内容が同じものは並び替えてるので、ちょっと体系が把握しづらいんですよ、4法だと。だからその入門講座の段階からやっぱり4法使うと、最後まで結構その尾を引く弊害が出てくるので、最初は必ずこの法文集タイプを使っていきますから、4法対象はちょっと今は買わないでほしい、逆に言うとね。で論文に入った時には論文試験って条文が貸与されるんですね。だから自分の条文持ち込めないんですけど、これ本物で直近の令和4年 の、 論文本試験で受験生の方に貸与されたものなんですよ。でこれが1冊ずつ配られるんです、試験会場で。でこれこう見て全然構わないですよ、論文はね。でこれがこっちタイプなんですよ、この法文集タイプなんですよ、このこれがね、法文って書いてるように。だから論文試験で貸与されるもので慣れてた方がいいので、論文用はこっちを使います。ややこしいんだけど、入門と論文はこっちで、担当に特化した勉強するときはこっちっていう感じになるから、担当基礎力完成講座ではこれを使いますけど、他の講座では全部こっちを使うっていう感じね。でちなみになんでその試験会場で配られたものを私が持ってるかというと、これは論文試験受けますよね。で特許でこう配られて、で特許終わるじゃないですか。でもう一回回収されるんですよ、カンニングを防ぐために。で今度一生始まるときにまた配布されるんですよ。だから特許で使ったものと一生で使うものは同じものじゃなくて適当に配られるんで、前の人がすごいなんか雑な人だと汚いのを使うことになったりとかするから、綺麗に使った方がいいんですけど、で最後商標法の試験が終わったら持って帰るんですよ、お土産っていうか持って帰る。でもういらないからって合格者が置いてってくれたんですよ。なので、あるんですけど、これがだから本物、見たかったら後で見せて見せますので、あんまり使いやすいものではないですね。紙も一枚一枚すっごい薄っぺらくてこうめくりにくいので、パテクヌもそんなに分厚くはないけど、大きさも違うしちょっと戸惑うところあるけど、この条文に頼って論文書くようじゃ浮かないから、本当に条文番号をちょっとど忘れしちゃってちょっと確認したいぐらいの使い方なんで、そんなに使うわけじゃないから、多少使いにくくても大丈夫なんですけどね。そういう感じですね。でなので条文を2冊ですね、用意していただきたいと。で来週から必ずこれをお持ちくださいね、こっち側の方、この条文ね、これを来週から必ずお持ちください。来週ありますよね。来週講義ないのかな。ないか、来週ないんだね。ちょっと本試験の直前期なんで、ちょっと直前期の特別講座があるんですよね、その時期って。だからおそらくそうかな、だからないのかな。で、なのでこれね、買ってお持ちください。であと持ってくるのはこのテキストね。で次回もう一回全体構造なので、これとでノート見レシピの全体構造と特実が合冊されているのでこれですね。だから来週はこれから弁理士を目指す方はいらないから、テキスト、レシピで、条文、この3点セットを持ってきていただければいいと思います。であとはノート取りたい方ノートとか、あとそうですね、どうかな、何がいるかな。あとね、録音して帰った方がいいと思うんですよね、生の方。音声データアップされるまでのタイムラグの問題と、であとは音声だけ取れるのかちょっと私の方で分かんないんですけど、音声だけ取れます？音声だけ取れるんだ、じゃあいいのかな。でもね、大概皆さん録音して帰られるんですよね。だからそこお任せしますけど、で宿題として入門講座が走ってる間は一回こう聞いた講義、生講義で聞いても、次の講義までに2回ぐらいは、1回は最低ですね、聞き直していただくっていうふうにしてますので、
まあ、そういう意味でもちょっと録音が必要になりますから、音声を取って帰っていただくということですね。だからまあ録音機、 iPhone とかでももちろん構わないですけど、で、まあ、筆記用具ぐらいで持ち物でいいかなと思います。で、今度お家に用意しておいていただきたいものなんですけれども、ですね、過去問集ね、今言ったようにこれ、この10ページですね、この冊子の10ページの体型別過去問集っていうのですね。で、体型別であれば別に他社のものでも構いません。他社で受けてたんだけどレックの入門でやり直すっていう方もいらっしゃるから、もしかしたらタックのとかお持ちかもしれない、それでも構わないです。ただ体型別過去問集にしてもらいたいんですね。年度別と体型別とかあるんですけど、年度別はちょっとね使い勝手が悪いんですよ、あんま良くないから体型別にしてもらいたいんですね。で、体型別っていうのはどういうことかっていうと、例えばですね、こう10年これ掲載してるんですけど、10年分の中で、まあ、毎年出るわけじゃないテーマもあるんですが、総則っていうのが1条から28条まで総則っていうんですけど、まあ、その中から出題されたものをこう先に全部まとめてある、固めてある。で、その後17条から17条の方が補正なんですけど、補正関係のものを全部こうまとめてある。だから例えば今日補正の勉強しましたってなった時に、やっぱり復習をする際には補正の問題を解きたいわけですよ。でも年度別だと何年度の何番に補正が出たか分かんないじゃないですか。で、それを全部自分で調べながらやるっていうのはすごく効率が悪いので、体系別を使っていきます。基本ね、レクは年度別出してないんですよ。だからまあ別に気にする必要もないんですけど、ちょっと他社のものとか他の出版社のものとかだとあり得るので、なんかそこだけちょっと気をつけていただければ、別に他社のものでも体系別であれば大丈夫ですので。で、あとそれですね、令和3年の改正対応しているものは必要ですね。だから令和3年の改正対応してない古いものは、条文もそうですし過去問もそうですけど、もうちょっと使えないと思ってもったいないけど諦めていただくと、新しいものを購入していただくというふうにしてください。はい、なんか過去問集ですね。で、これは、来週持ってきてくださいみたいなことを時ほの多分1回目の講義でお伝えすると思います。来週から持ってきてくださいみたいな。だからそれまではお持ちいただかなくて大丈夫なので、お家に買ってちょっと置いといてください。2、3週間ぐらい置いといてください。で、次に用意していただきたいのが、12ページのところ、この冊子の12ページのところに93って書いてるところに青本っていう名前が出てきますね。で、これはニックネームみたいなもので、本名は、工業収益権築城解説っていうこんな感じの本なんです。ちょっと大きくて、で、この水色の箱に入ってるんですね。で、ハードカバーのこう革張りのこう、ちょっと見るからに重たそうな本なんですけど、水色の本に入ってるから、まあ、青本っていう、こう感じで言うんですけど、まあ、緑のこの本ですね。で、これが必要なので入手してもらいたいんですけど、普通にまあ売ってはいるんですが、特許庁のホームページからダウンロードもできるんで、まあ、印刷してファイリングしても持つっていう選択肢もあります。それが嫌だったらこの本ごと買うみたいな感じで、本ごと買う人にちょっとおすすめなんですけど、これ特許からこう法域順に並んでるんですけど、まあ、見ての通りすごい重たいんですよ。だからとても持ち歩いて電車の中で、しかもなんか立ってこう読むみたいな、そんな気には到底ならない本なんですけど、なので分冊することをお勧めします。だから特許だけ、衣装だけ、商標だけみたいな。そうなると特許一番、まあ、特実でまとめてもいいですね。で、特実でまとめてもまあこれぐらいなんで、そんなでもないですよね。そこまで重たくはない。で、そうすれば、まあ、ちょっと持ち歩こうかなっていう気にもなるじゃないですか。だから
で、自分できれいに分冊する自信がなければ、キンコーズとか、ああいう、なんていうんですかね、オフィスのこういう、なんかいろいろやってくれるとかあるじゃないですか。なんだっけな。なんかありますよね、こうチェーン店で。ああいうとこに持っていけば、ここ区切りですみたいな指示をして、表紙の色とかを選んで、指示すれば、5冊、だから私は、4冊だ。特実いい賞で3000円から4000円ぐらいで綺麗に分冊してくれますね。分冊して表紙も綺麗に。で、なんかこう、こぼしても大丈夫なように、こう、つるっとしたあれにしてもらって、で、それでぐらいでできるはずなので、まあ自分でやってもいいし、もう業者に任せちゃってもいい。うん、自分でやってなんか、私はあんまりそういうの得意じゃないんで、もうバラバラになってきたらちょっと嫌だと思っていつも分冊してもらうんですけど、まあどっちでもいいですね。で、あとはまあホームページから取るんだったらもうね、そう自分でできるから、まあどっちでもいいので、とにかくちょっと青本をうちに用意していただきたいということですね。で、あと改正本はとりあえずいいので、改正対応してるからテキストもだから改正本いらないですね。で、審査基準ですけど、この審査基準ね。審査基準は、まあ名前の通り審査をするための基準なので、特許庁の審査官がまあ使っていくものなんですよ。特許庁審査官が審査するので。でも、その手の内を明かしてくれないと、こっちも出願するときに、まあ、そこをこう抜けるように明細書を書きますから、相手の手の内を知るために公表はしてくれてるんですね。で、試験にも一部ちょっと試験に入ってくることがありまして、特実はほとんどないんですが、意匠と商標はバッチリ入ってくるんですよ。で、レシピの方で意匠はまあほぼ網羅していて、で、商標に関しては、商標だけなんですけど、本屋さんでね、簡単なものが売ってる、簡単なものって言っても内容はこれなんですけど、売ってるんですよ、こういう、薄っぺらいのが、ちっちゃいのが。で、しかも、これ500円ぐらいなんで、うん、買った方がいいと思います、これは。で、授業で持ってきてくださいっていう指示もしますから、まあ、これだったら簡単に持ってこれるでしょ、ちっちゃいので。だからこれは購入しといていただいた方がいいと思う。まあ、商標法に入るくらいでいいですよ、もちろん。まあ、特許からいきますからね、最後の4本の最後の法規だからまだ今いいけど、これは買っといてもらって、で、特実や意匠は基本的にレシピで賄いますんで、大丈夫ですね。買わなくてというか売ってないんですけど、特実いいは、謎に売ってない。だから、まあ、特許庁のホームページを見て確認するしかないんですけど、ダウンロードするしかないんですけど、それでもいいし、まあ、別に大丈夫です。だから意匠までは特に大丈夫です。で、とりあえずそんなもんですね。で、うちのクラスは判例集はあるのでそれを使ってきますから、別途市販の判例集を買う必要はありませんし、特に他に何か買っとかなきゃいけないものっていうのはとりあえずはないので、途中で万が一出てきた時、なんかすごい分かりやすい改正本が出たとか、なんか突然そういうものが出た時はお伝えするので、その場その場でいいです。とりあえず今お伝えしたものを買っていただいて用意していただければいいです。で、予備校に来る意味っていうのは基本的にはそういうものをいろいろ買わずに、そのサブテキストというかテキスト、まあ、うちのクラスだったらレシピとかで賄えますよっていうのがいわゆる予備校のいいとこなんですよね。だからそうすることでいろんなものをこう全部抱えて、これは必要これは必要じゃないっていう取捨選択をうまくこうしていかなきゃいけないってなると、そこもノウハウだし、で全部やるってなると時間がかかるから、だそこを避けられるのが要は短期合格の秘訣になるので、あれこれあれこれ使わないこともすごく大事なんですね。だから必要なものは基本的にこっちでサブテキストぐらいな感じでは提供できるので、あまり心配せずにあれこれあれこれ買わないようにしていただければと思います。去年までの方も、まあ、おそらく今出したものしか買ってないと思うし、まあ、それで十分なので、大丈夫ですね、ということですね。はい。そしたら、これから弁理士を目指す方へっていう冊子があると思うので、これちょっとさっと説明しておきますと、まず1ページの時に弁理士試験の Q&A が載ってます。
で、おそらく弁理士試験が何月に、まあ、何月にあってって知らない人いるかもしれないけど、何時試験まであるかは知りませんとか、そういうことはおそらくないんだと思ってます。大丈夫かな、そこはないんだと思ってるんですけど、一応5月の第3日曜日が大体の第一試験日 で7月の第一日曜日が論文試験、二次試験ですが、一次試験突破した人しかそれはいけません。で、二次試験突破したら今度10月の中旬くらいに口述試験、要は面接試験ですね、それがあって、で最終合格が下旬ぐらいかな、うん、で、まあ、11月の頭くらいになることもありますかね、それぐらいになります。なので、まあ、割と試験を受けてると1年が早くて、私ももうこの、ね、講師になって18年とかそれぐらいなんですけど、めちゃくちゃ早いんですよね、1年がもうずっとなんか1年の半分ぐらいは試験中みたいな感じだし、でもう特に私初級だけじゃなくて中上級のねクラスも日曜日に担当してるから、こういろんな人を見てるのもあると思うんですけど、もうすごいねやっぱり1年が早いんですよね。で、受験生の方もやっぱりそれは言われて、あっという間だった。だから開講するのが4月で、でコース自体は2月に終わりますよね。で、合格ナビゲートゼミというちょっとオプションのものがあります。それちょっと後で説明しますけど、それを受けると、まあ、まだこの時期にもやってる感じ、5月の頭くらいまでかな、あるので、まあ、ちょっと長いお付き合いですけど、まあ、大体幹になるコースは2月で終わるんですね。で、まあ、9ヶ月だから長いなって今ちょっと思ってるかもしれないんですけど、割とあっという間に来ます。だから、まあ時間の使い方がやっぱり大事になるので、まあ、日々のその勉強だったりとか、まあ、量も質もちょっとねプロデュースしていくっていう感じになりますね。で、試験の内容ちょっと2ページに書いてありますけども、大体分かってると思いますが、担当試験60問で3時間半かけてマークシートで解きます。ただ合格するっていうレベルに来ると3時間はかかりません。大体まあ3時間前後ぐらい、まあ5じゃないかな、3時間は超えないぐらいで解き終わります。だから、まあ大問1個が3分ぐらいなんですね。大問1個で、大問1個につき5枝入ってるんですよ。だからまあ50秒とかそれぐらいになるのかな、1枝。なんか結構パッパパッパ解かなきゃいけない問題で、で最後30分残してちょっと見直しとかマークミスとかがないようにして提出するって感じですね。だから担当試験マークシートなんだけど、結構スピードも要求されるので、その辺の練習も当練編とか演習編でやっていきます。で、特日が20問ね、60問のうちで、意匠商標がそれぞれ10問ずつで、条約10問、著譜で10問っていう感じです。で、この中にはいらっしゃ、今年はまだいらっしゃらないと思うんだけど、専門大学院を出られて免除の方っていらっしゃるんですね、今の受験生の中で。でもそれでも担当試験が免除の方いらっしゃるんだけど、それでもね著譜だけは受けなきゃいけないんですよ。うん、だからまあその方たちはちょっと別ですけど、基本的にはまあ全科目7科目受けていただく感じになるので、まあ、足切りもありますから、苦手科目を作らないことが大事ですね。苦手科目を作らない、4点切っちゃうと全体が39ボーダー超えてても不合格になっちゃうので、苦手科目を作らないことが一番大事です。で、39ボーダーだとちょっとなかなか論文受かってこないので、39で受かるっていうことは基本考えないで、何点で受かるかって45点、45点で受かると論文の通過率は8割を優に超えてきます、うん、だから45点頑張って担当の勉強を、ね、頑張ってして、で45点超えてきたらその年の論文の通過率は8割超えてくるわけだから、一気に、まあ、そのまま論文も受かってくるので、最低限やっぱり論文の書き方とかそういうのはやっとかないと、その残りの2割に入っちゃうんで、やりますけど、でもキーになるのはやっぱ担当です。そこの受かり方が大事だから、39で受かればいいってもんではないってことね、担当の受かり方が大事ってことですね。で、論文試験はまあそうですね、自分の意見を書く試験じゃないので、答えがある論文で、その答えを導くためのこう考え方を説明していくっていうような、そういう試験です。ですからちょっと独特感があって、それに早くなれることなんですね、その形に早くなれること。だからまあそれを論基礎でやっていきます。で、あと口述試験は面接試験で、まあ、ほぼ落ちないです、うん、まあ
そうですね、去年は一応私のクラスからはゼロだったかな、口述落ちは、あの中上級も含めていらっしゃらなかったと思う、口述で落ちましたって、まあ、毎年でもね、お一人がやっぱりいらっしゃるんですけど、あの口述試験は、まあ、なんで落ちるかっていうと、ちょっとね、パニックになっちゃう人がいるんですよ。あのホテル の, あの客室なんですね、試験会場が。で、特実の部屋、衣装の部屋、商標の部屋っていう3つの部屋をこう回りながら受けていくんですよ。で、結構ホテルの客室でこうちょっと薄暗い中で、あのそうですね、私が今ここをしたら3列目くらいまでの距離ぐらいの距離感で、こっち2人なんですね、試験員が。で、1人で自分でこう答えるわけですよ。だからちょっとシーンとした客室の中に薄暗くて2対1の圧迫感があるから、やっぱり相当気の強い人でもめちゃくちゃ緊張するんですよ、うん、だから、まあ、ちょっと気の弱い女の子とかでこう泣き出しちゃったりとかする人もいるし、あのうまくもうパニックになっちゃって、もう全然もう真っ白になっちゃったみたいな感じがあるんで、それちょっとこう答えられなくて落ちるっていうことが、まあ、一つのパターンとしてはありますね。で、あとはまあ私も自分で受け持ったね、ゼミ生でもいたんですけど、態度の問題もやっぱり落ちる原因で少なからずあります、うん、で、面接試験の趣旨は、弁理士はサービス業なので、そのサービス業を行うものとして、やっぱりちゃんとその適切にお客さんにこう説明する、その感じ悪くなく、あのサービスを提供するものとしてふさわしい対応ができるかっていうことを見たいんですね。ですから、やっぱりその、まあ、試験員は、ね、全員弁理士だっていうのもあるし、半分は特許庁の人間だから、まあ、当然国家公務員なので固いわけですよ。だから格好とかもやっぱりあのリクルートスーツみたいな感じので行くんですね。だけどたまにやっぱちょっと変わった子がいて、ジーンズで行ったりするんですよ。うん、で、私の同期で一人それで落ちた人がいますね。ジーンズで、格好がもう明らかにちょっとおかしいでしょっていう格好で行っている人がいたし、で、あと私のゼミ生、あの私がまだあの若かりし、あの新人講師だった頃に受け持った時にですね、あの本職がミュージシャンの子がいたんですね。男性なんですけど、で、彼は片より、これあの不合格だった時はもっと長かったかな、かなり長かったんですよ。で、すごいそれにこだわりを持ってて、もう何回言っても言うこと聞かなかった。で、やっぱり案の定落ちたんですよ。で、案の定落ちておかっぱくらいまで切ってくれたんですけど、まあ、それでもね、なんとか2回目で受かったからよかったものの、あんまりそういうちょっと目立つことを良しとしないからね、このちょっと保守的な業界ですから、あまりそういうちょっと変な格好はしないで行って、で、あんまりド緊張しないで普通に答えられば全然受かるんですけど、うん、確認する知識のレベルは一番低いですから、うん、担当よりも論文よりもね。だから本当はもう論文まで受かった人なんだから受かるはずなんですけど、全員がそういうちょっとフィルター、変なフィルターにかけられるのが三次試験ですかね。で、それでまあ最終合格って感じです。で、あとこの中にもいらっしゃると思うんですけど、選択科目が割の方ですね。理系の方は割とあの修士で免除の方が多いんですけど、文系の方はほぼほぼあるはず、あの試験受けなきゃいけないはずで、今民法しか選べないので、民法を受けることになりますから、それはまたちょっと別途の対策が必要なので、あの必要だったらあの相談に乗ります。私はあの文系ですけど、あの免除であの受けたので民法受けてはないんですけど、その免除の試験で民法を勉強しているので、ある程度ちょっと分かるから、あの相談には乗れると思います。で、あとそうですね、選択科目理系の方で必要な方は、まあ、大学の専攻とかお仕事の内容とかを鑑みて、まあ、あの過去問を見てこれだったらいけそうかなっていうものを選んでいただいてやる感じで、選択科目の勉強ができるのは3月いっぱいくらいまでって考えていただいて、逆算的にどれぐらいから始めてどれぐらいの勉強量が必要かっていうのを考えてください。まあ、人によって違うけどね。
ただ、まあ、化けとか機械工学とかそういうものはそんなに年によってすっごいこう難易度にこういうのがあるわけじゃないので、ある程度過去問で目処が立つと思います。で、情報工学は割とこれがあるって言われていて、まあ、ちょっと年によって当たり外れがあるので、まあ、選ぶときにはその辺もちょっと考慮しながらっていう感じですね。で、まあ、免除を狙うっていう選択肢もなきにしもあらずなんですけど、入門講座をこれから始めて、で、まあ、言ったらそんな簡単な勉強じゃないわけですよ。で、1日 2,3 時間の勉強時間が取れるとして、じゃあ二足のわらじを履けるのかっていうと、まあ成功はしたことはないです。基本的によっぽど仕事でなんかその SE でね、まあ、そういうそんなに勉強しなくても応用情報やれますとかって言うんだったら応用情報で免除っていう選択肢もあるんですけど、そうじゃない限りは二足のわらじで成功するってことはまずないと思います。今までの私も18年の経験上でまずそんな人はいないんですね。だから選択科目はいいけど必須が受からないっていう最悪のパターンになってしまうから、もう情報で行くっていう選択肢はあんまり取らない方がいいかな。情報でっていうのはその免除でっていう、だからそれだったらもう情報工学を受ける方が早いと思いますし、で、文系の人だったらもう当然なおさらですね。で、行政書士を狙う人もいるんですけど、行政書士の試験ってね、確か10月の下旬とか11月の頭とかその辺なんですよ。で、めちゃくちゃ弁理士の大事な時なんですね、その辺って。だからまずその辺でその行政書士を受けてる余裕が絶対ないはずだし、で、行政書士って昔はまあまあ簡単だったんですけど、今ね難しいんですよ。だからその舐めたもんじゃないので、だからもう文系の人はもう普通に変にあがかないで民法で行くのが一番賢いと思いますから、そこはもうそこでちょっと割り切ってやっていただくっていうのがいいと思います。はい、そんな感じかな。で、ちょっとまあなんか聞きたいことあったら個別に聞きますので言ってください。そんな感じですね。で、試験はだからまあ、5月から始まって10月の終わりくらいまであるんで、割と試験に入ってしまったら長いですけど、皆さんはまず目下来年の5月の第3日曜日の試験ですね、そこに照準を合わせながらやっていきます。担当だけを考えるんだったら半年くらいで受かるんですけど、まあ、論文まで受かることを考えなきゃいけないので、まず9ヶ月のコースでやっていきますね。で、あと3ページのところの Q4 なんですけど、合格基準は一応担当試験はなんか難しいこと書いてますけど39点ボーダーと考えてもらって差し支えないと思います。で、論文試験は偏差値制度を導入していて54なんですね、偏差値で。だからそのちょっとの試験の難易度とか受験、他の受験生との兼ね合いがあるから一概には言えないんですけれども、だいたい素点で、素点というのはそのままの点数で60点が合格答案と思っていただいていいと思います。で、皆さんね、結構なんだろう、優秀な方が多いので、60点なんか余裕じゃんと思ったかもしれませんが、これが結構難しいです。本当に60点取るのは結構難しいです。そういう論文なので、まあ、まずは論基礎で40点台後半から50点台ぐらいを取れるようにして、で、まあ、その後60点を超すぐらいの、まあ、知識量をこうつけていくって感じかな。そういう目指し方をします。また論文は論文の論基礎の開講日にでもお話をするので、とりあえずその辺にしておきます。で、口述試験は、ですね、3ページの一番下にちょっと簡単に書いてありますけど、 ABC の3段階で見るんですね。で、 C が不合格で C が2つ以上なった時に、まあ、口述試験不合格ってなるんですよ。で、いろいろあるんで C になる要因っていろいろあるんで、まあ、その人によってもう本当に一発でもちょっとそのさっき言ったような原因があるっていうこともあるし、あとはまともに答えてるように見えるんだけれども10分の間に用意されてる問題が終わりきらないといけないんですね。で、共通問題が8問あるって言われてるんです。7問から8問ぐらい共通問題がある。ただその人が答えたものに疑問を持ったら枝葉の問題が増えていくから、なんか寄り道した結果結局その8問こなせない10分の間に。
っていうことがあって、時間切れっていうのがあるんですよ。それが一番の不合格原因ですね。一番多いのがそれです。だいたいもうあともう30秒ぐらいですよっていうところからチャイムが何回かなるんですけど、3回かな、なって、でそれでも割り切らなかったらもう不合格なんですね。だからまあいろいろ原因がある中でそれが一番多いかなっていう感じですね。で、C がだからまあ2つあったら不合格って感じです。まあでもね、よっぽどなんで、よっぽどなんですよ。問題の難易度とか考えたり、もう気をつければいいことってそんな難しくないんで、普通にスーツ着て、ね、ちゃんと敬語で答えて、社会人として採点の、挨拶ができれば問題ないはずなんだけど、まあそれができない人もいるし、極度の緊張っていうのもあるから、そういうのが要因するだけで、そんなに難しく考える必要はなくて、皆さんが対策を打たなきゃいけないのは二次試験まで、論文試験まで、口述試験はとりあえず何も考えなくても大丈夫です。で、あとまあ4ページにいろいろ受験者数とか書いてあるけど、まあ、ここは結構前後したりとかもするし、コロナ禍に入ってちょっと少なくなったりとかもしてるので、まあいろいろなんですけれども、でもね、まあ、難しいは難しいです。弁理士試験って難しいですかって言われたら、さ、難しいは難しいですよね。で、まあそうは言っても試験の内容は私たちが受験生の時よりも難しくなってると私は思ってるんですね。あんまりその皆さん認めないんですけど、自分の時の方が難しかったって言いたいので、結構私の同期とかは、いやそんなことないよとかって言って、すごいそれ認めないんですけど、でも客観的にこの試験、仕事をしている私からすると、今の方が試験の内容は難しくなってます。だから昔の過去問の方が簡単です。まず担当試験は過去問からまあまあ出てたんで、過去問めっちゃやってればまあまあ取れるっていうのがあったし、でボーダーも39ですけど、36の年とかもあったんで、だからまあそんな内容的には今の方が難しいし、で論文に関しては今結構時間がなくてっていうぐらい問題量が多いんですね。でも私が受験生の頃ってそんな多くなかったんで、割とじっくり考える時間があったし、まあその論点なんかもそんな難しくはなかったんですけど、ただ相対評価なんで、でしかも対策する予備校がもうしっかり対策してくるから、だからそういう意味ではもうちゃんと受けてて、ちゃんとその効率で勉強するものが入手できてれば、難しい試験ですけど受からないっていうことは絶対ないかなと思ってますね。だからスタート切るときは私になれるかしらとか、いろいろこう不安をこう相談されるんですけど、それは大丈夫なんですね。その今まで皆さんが大学までにこうつけられてきた学力で、当然まあ全員が同じ学力じゃないと思うけど、もしかしたらね、もしかしたらじゃなくて、結構東大の方いらっしゃる業界だし、でも去年とかでも専門学校の子とかもいたしね、だから全然そんな、ちなみにその子も合格しました。だからそんな基礎学力というか、今までのその勉強のそのあれで変わってくる、それで私はちょっと専門学校卒だから長くかかるわとか、そんなことは全然ないんですけど、ただ自己流を持ってしまうとなかなかちょっと受かりにくいんですね。やっぱり今まで皆さんが勉強されてきたこととは全然違うものをやるので、自己流を持たずに与えられたものを粛々とやる時間と気持ちがあれば大丈夫です。でそれがちょっとこう不安になったりとか、もうね、メンタルやられる人が本当多いんですね。メンタルやられてドロップアウトして弁理士になれなかったっていう人本当多いんですよ。だから9ヶ月だから確かにメンタル落ちてくる時もあるし、やる気がなくなる時もあるんですけど、ただそこをなんとか乗り切り、ちゃんと受講しきれば受かるんですよ。だからそこをなんかそれ以外のことで何か不安があるってことは全然心配いらないので、でフォローアップ相談会なんかを使いながら、なんかこうみんな同じことで悩んでるんだなとかね、そういうのが分かるし、うまくちょっとこう乗り切って、まあ、9ヶ月ですよね、頑張っていただきたいなと思ってます。
で、あとそうですね、免除制度はまあちょっと個々人のことなので一応ちょっとして、で6ページの9ですね、9個目の質問のところにちょっと気になることが書いてあるんですよね。で私にも気になるし皆さんにも気になると思うんだけれども、合格までにかかる期間ですよね。で全体の統計なので、めっちゃ勉強した人とで勉強せずに試験だけフラッと行く人もいるから、まあ、そんな中での平均なので、いろいろと幅があるんですけど、1年合格ベーシックコースから始めて基本的にやっぱ2年ですね、最終合格まで、1年で受かるか2年で受かるかはやっぱり1500時間を1年で取れるか取れないかっていう差が一番大きくて、ほとんどの方はおそらく社会人あるいは大学生のはずなんです。勉強に専念できる環境の方もいらっしゃるかもしれないけど、本当わずかですよね。だからやっぱりお仕事をしながらなので、勉強時間の確保がやっぱりネックになってくるから、1500時間を1年間の間に取るっていうのはそうそう簡単なことではないので、なので1年で取れれば1年合格の可能性は当然ぐっと上がるんですけれども、まあやっぱりね、いろいろあるので、まあ1年で取れなかったわっていうことがやっぱりあるから、まあそうなるとやっぱり2年合格っていう感じになります。で2年で受かる人は結果として2年で受かるだけで、初めから2年を目指して2年で受かるわけではないんですね。だから2年合格を目指して2年では基本受からないので、結果として2年になるとしても、やはり1年で合格する計画を立ててやるべきだと思います。一番何に影響するかというと論文対策ですね。論文対策を要は担当免除にしてからやるってなると、おそらく受からないんですよ。担当試験で出るようなことが今論文試験でかなり出るんですね。だから担当高得点で論文の通過率がこう上がっていくっていうのはその辺が証明していて、で1年目担当って仮に40点台、45点担当だけやって45点ってことはあんまりないんですけど、45点で仮に受かったとしますよね。じゃあ翌年免除の年に45点維持できてるかって絶対できてないんで、だからやっぱりこうだんだん免除になるにつれて、免除1年目よりも2年目ねで最終年っていうふうにだんだん知識落ちていくから、やっぱり担当受かった年に論文で一番受かりやすいんですよ。だからそう考えるとやっぱり1年目の論文受験というのはすごく大事 でしかもその論文 その書き方さえ1年でやってれば2年目であろうとね、もう知識の問題なので担当の勉強を主にしても論文まで通過できますから、やっぱりその2年合格に仮になるとしても、1年で受からないとしても論文の勉強は1年目でやっておくべきだと思います。だから論文はちゃんと2年受け切るってことですね。で、ですから2年ぐらいではのうちにはっていう感じかな。だから1年で勉強時間1500、免除の方だともそれでいいけど、選択があるとプラスになるね、もうちょっとですよね。でそれ取れる感じだったら、ぜひ1年合格してもらいたいなと思ってるんですけど、でも遅くとも2年ではっていう感じで思っておいてください。なので3回以上かかるんだったらちょっとやばいですね。これだけの整備された講座でコースがあって、で環境的にはバッチリなはずなので、だからもう3年以上は絶対かからないっていうふうに思っておかないといけないかなと思いますね。で、あと自分が何か他に資格とか持ってて免除になるかどうかはちょっと個々人で確認したり聞いたりしてください。で、あと勉強法はそれぞれ講座の中でとか授業を進めながらやっていこうかなというふうに思ってます。一言で何かこう話し切れることじゃないし、ちょっとこうダイジェストっぽくガイダンスで話したり、1時間くらいでねガイダンスで話したりすることもあるんですけれども、もうコース始まってからその何て言うのかな、もうマクロではなくてもうミクロの世界でやっていかなきゃいけない、勉強していかなきゃいけないので、そういうそれぞれのところでの勉強法っていうものがあるから、ちょっと講座を進めながらやっていくので、その冊子の7ページからこういろいろ簡単に書いてありますけど、ちょっと時代遅れ的なところも多いので無視しておいてもらっていいかなと思います。
特にその担当対策の過去問を解きましょうみたいなところはかなり時代錯誤で、今担当試験って300枝ある中の 2,3 枝レベルでしか過去問から出ないので、過去問中心にやったらあんまりまあ当たらないどころか、あれが出て不足が出てきちゃうんですよね、インプットに。だからうちのクラスは N プロシートっていうのを使っていくんですけど、条文の読み込みシートを使いながらやるんですけど、まあそういう感じでちょっと時代遅れ的なことが書いてあったりするから、まあ無視しといてもらったらいいです。であとこのベーシックコースとは別に、なんかこう追加しなきゃいけないものがあるかっていうことを、まあ、毎回聞かれるんでちょっと全体的にお話をしておくと、ですね、8ページの真ん中あたりから論文対策って書いてあって、で括弧に講座ゼミの活用ってありますよね。でいきなりゼミっていう言葉が出てくるんですね。でゼミって何かっていうと、定員があるものなんです。多くは選抜試験があって、まあ、ないものもあるんですけど、選抜試験があったり、まあ、少なくとも定員を限ってます。で、普通の講座でもこう教室の関係で定員を限ることとかもあるんです。私が実施するゴールデンウィークの直前の、道場とかって名前つくものはすごい来るんで、直前系のものってすごい来るんですよ。200人とか来る時もあるんですけど、そうなると当然入らないんで生クラス定員って決めたりするんですけど、ゼミはねそういうものじゃなくて、だいたい30人ぐらいの定員を設けて募集するものなんですね。だから誰でも希望すれば入れるものじゃないんですよ。で、皆さんに関連するもののゼミが2つあって、1つは担当のゼミで、もう一つが論文のゼミです。で、皆さんがプラスする、このコースにプラスする必要があるものとしては、一つはまあなんていうのかな、その直前系のものっていうか、ちょっと山当てだったりとか、直前の総復習だったりとか、そういう系統の直前系のものっていうのがあるんですけど、でもう一つはフォローアップっていうかね、その、なんていうんですかね、その復習を一緒にするっていうか、別に落ちこぼれてるわけではないんですけど、ゼミ生がだけど、その、まあ、ちょっとこう引っ張ってあげるみたいな感じの要因のものがあります。でそれがゼミですね。で担当のゼミもっか今走っていて、全12回で私がやってるんですけど、日曜日にやっていて、2月開講ぐらいかな、だからコースとちょうど入れ違いみたいな感じ、コースを終わる頃にやるから、ちょっと今のままだったら難しいなみたいなことが自分で分かってくるわけですよ。でコース終わったらちょっとこうなんか迷子になってしまうとかってもあるから、まあ、結構需要が多くてでやってるんですけど、それがまあ一つですね。担当のゼミ2月の頭ぐらいから全12回でやるゼミで、それは条文のこう読み込みを一緒にやるみたいな趣旨で当てていくんですね。だからより定員が大事になるんですけど、これよりもちょっと小さい教室で、でこう当てていく感じ、です。でそれはまたまあ近くなったら案内しますけど、私が担当してます。でもう一つは論文のゼミで、論文ってやっぱり論基礎だけだと書く機会が少ないので、もうちょっと書く機会が欲しいっていう要望と、であともうちょっとそのレベルアップした問題を解きたい。要は論基礎の問題ってすごい簡単なんですよ。で本試験の過去問をその後に解こうとすると、とてもそのすごい格差がありすぎて難しすぎるんで、その要はちょっとその階段になるようなものですね。でそれをやってます。で9月ぐらいかな、開講8回
ぐらいですね。そんなに長くはない、あの担当の勉強に影響がない時期になるの でそれはあの高橋先生という先生、うちのクラス出身 であのチューターもしていただいている先生なんですけど、実務科の先生で、その先生に、やっていただいてます、論文のゼミは。でまたそれも募集をかけて、で選抜試験がありますので、それはなのであの希望に添えないこともある。で選抜試験は私の方もちょっと選考に関わらせてもらってるんですけど、9月ぐらいにやるので、まあ言ったらその時期に入門講座の復習がちょっとちゃんとできてないよねっていうような試験結果だと、論文やってる場合じゃないでしょっていうことになるので、まあ、あの本当その方のためにやっぱ不合格にするっていうことがありまして、毎年全員が入れるわけではないっていうのがあります。でそれがまあ論文のゼミですね。だからまあ担当のゼミと論文のゼミが1個ずつあって、まあ、それはその方のその時期の状況に応じて受けるっていう感じでいいと思うんですけど、スポット的なもので、まあ、基本的に予定しておいてもらった方がいいものがありまして、直近だと年末の道場ですね。でこれは実力診断道場と呼んでるっていうか内容なんですけど、あの担当本誌みたいな模試みたいなものなんですけど、あのレベル1からレベル5までの問題に分けて、でレベル1からこう始めていただいて、でレベル3クリアできるか、レベルじゃあ4までいけるかみたいな感じの自分のレベル診断をしていただくんですよ、年末に。で年末の段階でやることによって、年明け論文の勉強並行できるか、それともそんなんやってる場合じゃないよっていう場合もあるから、年末の段階でどれくらい実力がついてるかっていう診断をするっていう趣旨のものなんですね。だからこれはもう必ず受けていただいた方がいいと思う。これ12月末ですね、12月末にやります。でその後、このゴールデンウィークですね、ゴールデンウィーク道場、これはまあ担当向けですけど、もちろん担当の直前道場ですね。でこれはローラーで、まあ、15年分 の過去問を分析して、今ちょうどポスターとか貼ってるんでそこに詳しく内容書いてありますけど、あの、まあ、15年分の内容分析して、まあ、今年これ出るだろうなみたいなところのちょっと山当て要素があったりで、まあ、必ず出るものを最後一緒に確認しましょうみたいなもので、これもだから必須だから、年末の道場とゴールデンウィーク道場ですね、これも必須って考えてもらって、であとここにまあ要は本試験があるんですよね、担当の本試験があって、で担当受かった後に今度論文の直前期に入るんで、論文山当て道場ですね、道場、あの論文は一つの科目につき4つぐらいの論点しか出ないので、まあ、山当たるか当たらないかで結構大きな問題が出てくるんですね。だからまあこれも必須と考えてもらって、この3つ、この年末ゴールデンウィーク論文山当て、これはもう本試験クリアしないと受けられない道場だから、まあ、皆さんが必須で考えてもらうのは年末道場とゴールデンウィーク道場、これは一応予定に入れといてもらった方がいいかなと思います。まあ、あの日程決まったらあのクラスの方には早めに知らせるようにするので、あ、そのお知らせ方法についてでちょっと思い出したんですけど、私あのオフィシャルページを持っているんですが、そのオフィシャルページのところで、こういう告知をメインにやってまして、あの告知はそこが一番早いと思います。であとは、下で多分 QR あると思うんですけど、 LINE アットですね、あのやり取りができない LINE、 一方的にこっちからお知らせを発信するだけの、それちょっと業務用の LINE があって、でうちのクラスはそれを採用してまして、去年は1回も幸いなかったんですけど、あのその前の年私がコロナにかかって急に休校にしたりとかもあったんですよね。で、まあ、1年に1回もないんでちょっとないように頑張りますけれども、あの、まあ、そういうこともあり得るんで、インフルエンザとかコロナとかで急に休校にしますってことがあり得るんで、それだと、まあ、皆さんがわざわざホームページ見に行かないとオフィシャルページだと分かんないので、
LINE アットで流してるんですね。でそれが多分一番確実なので、登録していただいた方がいいかなと思います。1階のところに多分 QR あるので、それでやってください。であとはホームページですね、私 のオフィシャルサイト、ノート耳は便利して入れていただけばトップに出てくると思うので、まあ、それいろいろやってますから、書いてますから、定期的に見ていただければと思います。うん、っていう告知なんですけど、道場ですね、戻りますけど、道場2つは必須で、本誌通ったら論文っていう感じの3つですね。であとそうですね、さっき言ったように、ゼミが2つあるので、そこはちょっと個々人の状況に応じて必要か必要じゃないかって感じです。であと皆さんの共通に、そのコースのパンフレットの中に入ってたと思うんですけど、合格ナビゲートゼミという、ゼミという名前がついたものがあります。ただね、そのゼミは本当のゼミじゃなくて定員がないものなんですね。だから申し込みいただければ受けられるもので、多分コスパは結構いいんだと思うんですけど、プラスすると1回あたりのコスパはかなりいいものだと思うんですけど、趣旨としては復習ゼミですね。だからそこでしか話さないことはないです。試験に必要な、情報というか、その勉強の内容はこの基幹講座の講座に入っているものでもちろん十分なので、なんかその合格ナビゲートゼミに出席しないと聞けない話があるとかってことは全くないです。だから復習ゼミだから、自分が復習できるんだったらそれいらないし、自分でちょっと復習できないんです私っていう感じだったら、それを受けていただいて一緒にこう復習していくっていう感じのフォローアップゼミですね。だからそれがあります。であとはね、そのゼミを受ける動機で一番多いのは、それを受けると5月くらいまで引っ張れるんですね、通学を。いや定期的に来校するんで、なんか自分で一人ぼっちになるっていう感じがなくなるっていうか、でそれでそれを受けられるっていうこともあるんですけど、ただ担当ゼミが今その役割を果たしていて、担当ゼミがちょうど今も走ってて、本当に直前期まで担当ゼミあるから、担当ゼミの方が毎週あるんで、ペースメーカーだったら担当ゼミの方がいいかなっていう気はしますね。ただ担当だけなんで、担当ゼミはだからなんかいろいろ入門講座の復習とか論基礎の復習とかだったら、やっぱりあれですかね、その合格ナビゲートゼミの方がいいかもしれない。そこはちょっとご自身で復習が必要かどうかっていうところをや考えて申し込みいただいたらいいと思うし、で Go ナビは確か7月とか8月なんですよね、開講が。だからまだまだ余裕があるから、最初からつけなくても、後からいろいろ考えてやっぱりつけようかなっていう感じで申し込みいただいてもいいかなとは思います。レックの方は結構勧めますけどねなんか、もちろん営業的な観点があるから、なんかすごい必要そうに言うと思うんだけど、私的にはどっちでもいいかなと思ってます。はい、っていう感じですね。なのでちょっといろいろホームページ見たりとかすると、基幹講座以外にもなんかオプションとかっていっぱいあるけど、消化不良が一番良くないので、必要なものは伝えますから、そうじゃなければ別に受けなくていいので、そんないろいろ受けまくる必要はありません。基本的にはこのベーシックコースをちゃんとやりきることですね。で、最低限ちょっと道場はつけていただいた方がいいと思いますけど、それはもう直前期ものなので、スポット的なものなので、1日で終わるものだから、そういうものだけでいいかなと思います。あとそうですね、そんなに重要じゃないけど筆記用具の話なんですけどね、担当試験はマークシートで鉛筆なんですよ。でマークシート用の鉛筆っていうのがあるから、それを勧めてるんですけど、別に使いやすい自分がなんかあるんだったらそれで構いません。で論文試験は答案用紙には鉛筆で書けなくて、ボールペンか万年筆なんですね。で、黒か青っていう風な指定があるんです。で特実で2時間で、衣装商標でそれぞれ 1.5 時間ずつなので、めっちゃしんどいんですよ。要は腕が疲れるし、普段から結構ペンタコができたりとかします。
なのでもう早いうちからその自分にあんまり負担がないものを見つけるっていうことをちょっと心がけておいていただいた方がいいかも。そう、高いものの方が疲れにくいわけではなくて、私も受験生の時にはあの300円ぐらいの、ね、ボールペンすごい気に入って使ってたんですけど、ちょっと太めのもので、でもうそれを使えばそんなに疲れないっていう風に、あの自分ではそうなんですよ。でも友達に勧めたら友達はそうじゃないっていうから、あの、まあ、指のねこの太さとか形によって違うと思うから、それも自分でちょっと長い時間をかけて気にしといた方がいいかもしれないですね。でそれを見つけるっていう感じで、で普段からやっぱりそのなんていうのかな、こう使うものを使った方がいいので、うん、だから少なくとも論文の答練はそれ、まあ、ちょっといろいろ試しながらですけど、うん、もう本紙に考え、本紙を考えて使っていくと、うん、で黒か青って言われてるので、青でもいいはいいんですけれども、青っていろいろあるじゃないですか。紺に近いものもあれば水色に近いものもあるでしょう。であのちょっと答案用紙の見本がないからなんですけど、 A3 サイズなんですね、書くのは。でも試験の先生はそれをコピーして採点されるんですよ。それ自体をこう紛失したりとか汚したりとかしちゃいけないっていうのがあって、コピーしてから採点されるんで、コピーするとちょっと自分では思っても見ない醜さだったりするペンってあるんですよね。で特に青だと薄くこうなっちゃって、条文番号例えば9書いてるのにかすれて7に見えたりとか、うん、で×みたいなこともなきにしもあらずなんですね。でこれも試験をされてた先生がそれをおっしゃってて、だからあのかっこいいんだけど青をやめときなって言われたんですよ、自分が受験生の時に、その試験の経験がある先生にね。だからあのコピーして自分が使ってる、その一回使ってで書いたものを一回コピーしてみて、で見やすいかどうか、ちゃんとはっきりとくっきりと判別できるかどうかを確認してからそれに決めた方がいいと思うので、まあ、ちょっとその色も含めてですね、あの長めにあの検討期間を設けていただければいいかなと思います。はい、そんなところですかね。まあ、またあのなんか思い出したらちょっと言わなきゃいけないことがあったらお話ししますけど、基本的には、あ、そうだ、大事なことを忘れてました。この冊子の16ページに、掲載されている教えてチューター制度ですね。まあ、どのクラスも、これはあの高橋先生じゃないチューターで、いわゆるその質問を受ける専用の先生がいらっしゃるんですよ。で、その時の授業で出た質問は当然、まあ、その後私の方で引き受けるんですけど、なんかこうまとめていろいろ聞きたいとか、まあ、そういうこともあるだろうし、別にまとめてじゃなくてもいいんですけど、なんか都度いろいろ聞きたいことがあったら、この制度がどのクラスにもついてて、うちにもあのチューターいるんですけれども、あのこの制度使えます。で私昔は通信の方しか使えないのかなと思ってたし、多分昔はそうだったんですけど、今あの別にそこは限定がないので、あのこの制度使っていただいて全然構いませんし、でこういろいろこうなんか昔の話、昔自分で、ね、こう昔のことを復習してて出たものとかは、あのこれを使っていただいた方がいいかなと思います。うん、その時その時 の, あの講義で出た質問は私の方で受けたまりますので、まあ、ちょっといろいろ併用しながらやってみてください。で質問を受ける先生は、うちのクラスは口述担当の先生ですね。口述試験の担当されている先生なので、全くの素人ではないし、あのかなり結構知識的にはあのすごい人だと思います。うん、だから何でも質問していただいて大丈夫だと思います。はい、ということですね。まあそんな感じで一応ちょっとこれであの形式的な話は終わりますので、まあ、何かちょっと聞きたいこととか、なんか自分が今なんかこれ持ってるんだけど使ってもいいですかみたいなこととかあったら、まあ、講義の後にまた受けたまりますので言っていただければと思います。はい、では、入門講座のこの全体構造に入っていこうかなと思うんですが、全体構造は
テキストがまずあって、で、まあ、レシピと併用しながらやっていきます。で、位置づけっていうか、まあ、その全体構造の趣旨なんですけれども、まあ、名前の通りで、まあ、その各科目をちょっとこう上積みを拾うみたいな感じのテキストになってると思うんですね。でただ、そうは言っても皆さんの中にはおそらく理系の方の方が多いと思うし、文系の方でも法学部出身者じゃない方の方が多いと思うので、まあ、法律用語も知らなければ条文の読み方も分かりませんっていう方の方が多いと思うんですよ。なので、この全体構造の少なくとも1回目ではちょっとそのあたりをフォローする、つまり法学基礎講座みたいなことをやります。まずで条文の使い方とか、あと法律用語の使い方だったりとか、あとその憲法と法律との関係だったりとか、まあ中学校とか高校でちょっとこう習うようなこともあるかもしれないけれども、そういうちょっと基礎的なことをやって、でまあ、その実際のこの全体構造のテキストにのっとってやった方が分かりやすいかなと思うので、そのあたりですね、ちょっと進め方をアレンジしていこうかなと思っています。はい、ではですね、そういう意味では入門講座のこのテキスト、あ、テキストじゃない、レシピのですね、まず法律用語についてお話ししておこうと思うので、5ページですね、レシピの5ページを開けてみてください。で私も法学部出身者じゃないので、その、まあ、当時はね、こうコースではなくて自分でこう受けるものをこうバラバラに受けて自分でコース作るみたいな感じだったんですけど、ただ一番最初に受けるものはみんな大体一緒で、入門講座って名前がつくものを受けてたんですね。で私の担当してた先生はバリバリの法学部出身者だったので、逆にそのまあ当たり前、その先生にとって当たり前の言葉が、まあ、私も含めてその法学部出身者じゃなければわからないことっていっぱいあるわけですよ。だからこう知財用語辞典みたいなものがもうこう手放せない。でもこういちいち引きながらだともう授業にならないので、もう基本的にはなんか授業一応出てはいるんだけど、そこで録音してで帰ってからが勝負みたいな、なんかそんな感じだったんですね。で最初からそのある程度の法律用語が分かってれば、なんか誤解だったりとかそういうことはなかっただろうになみたいなところもあったので、なのでまず一番最初にはこの独特のちょっと意味だったり取り方をしなきゃいけない部分があるので、法律用語を説明するところからやろうかなと思ってます。で皆さんが日常的に使われているものでも厳格に読み分けなければいけないこととか、あと日常使われている意味と違うことだったりとかっていうのがあるんですね。例えば善意とか悪意って言葉って、まあ、日常的にも普段のこうメディアとかでも使われることあるじゃないですか。でもだいたい善意にとか悪意っていうのはちょっと道具徳的な意味含みますよね。いいとか悪いとか。だけどこの少なくともですけど、少なくともこの弁理士試験の中で使っていく善意とか悪意というのは全く道徳的な意味を持たないんですね。いや、良い悪いじゃなくて知らない知ってるっていう意味だけなんですよ。だから善意ですっていうのは知らないですってことだし、悪意ですっていうのは知ってますっていう意味で、それ以上のことはないんですよ。だからその変に意味を取り違えると全然違う意味でこう理解してしまうことになるので、日常的に耳慣れた言葉でも違 う, こう意味を持たなきゃいけないってことがあるから、その辺ちょっと気をつけていただきたいと思います。で、まず5ページのところですが、およびと並びにですね、これはまあ日常的にあんまり厳格になんかちゃんと使い分けて喋ってる人ってそんなにいないと思うんですけど、でもまあまあ大体のルールは分かってるのかなと思います。
例えば、まあ、シャーペンとボールペンおよびで結ぶときは、まあ、シャーペンおよびボールペンで書くと、まあ、A と B、シャーペンとボールペンは同等のものだということで、上下関係はない感じですよね。単にそれを合算するという感じで、およびだから。で、3つのときは、シャーペン、ボールペン、万年筆、および鉛筆みたいな書き方をして、でそれはもう全部並列ですというような意味になります。で、種類が違うものを混ぜる場合、例えばシャーペン、ボールペン、並びに消しゴムみたいな使い方をしますね。まあ、シャーペンとボールペンは同等のものだけど、消しゴムはちょっと違う種類のものなので、まあ、そういうくくり方をすると。で、シャーペンとかボールペンとか身の回りのものを例に出すと、なんとなくもうそれ自体を知ってるので、読めちゃうんですけど、これが全然違う言葉になってもちゃんとそういうふうに取れるようにしとかないといけないと。うん、であと、4つ目丸4のところだと、結合される語が3段階以上になる場合は一番小さな結びにおよびを使い、それ以上は並びにを使うと、シャーペンおよび万年筆、並びに消しゴム、並びに筆箱みたいな感じで、まあ、消しゴムとか筆箱はちょっと違う種類のものだけど、シャーペンと万年筆は同じ種類のものなので、まあ、そういう使い方をしますということですね。で、選択肢のバージョンは次の6ページのところのまたはともしくはっていうところで、シャーペンとボールペンをまたはで結んだだけだと、まあ、A と A または B だから、まあ、シャーペンまたはボールペンで、まあ、それらは同等のものだっていう感じですね。で、だからさっきのおよびにと並びにとルール的にはそう違わないです。だから最後の丸四のところですね、A もしくは B もしくは C または D っていう感じで、シャーペンもしくはボールペンもしくは消しゴムまたは筆箱みたいな使い方をすると。まあ、このおよびと並びにまたはともしくはは、まあ、そう、なんていうのかな、自分で発するときに、言葉を発するときにちょっと違う使い方をしても伝わると思うので、まあ、そんなに厳格にルールを覚えきらなくてもここはいいかなと思うんですが、次のですね、その他とその他のっていう言葉は、これから皆さんがこの勉強をしていく中でちゃんと使い分けていただきたい言葉になります。で、少なくとも産業財産権4法ではその他とその他のをちゃんと使い分けてますの で意味が違うので、ちゃんとここは理解して使い分けていけるようにしてください。で、まずその他のっていうのは、その他のの後ろの例示がその他のの前に来るっていうようなルールになっているので、例えばシャーペン、ボールペン、その他の筆記用具みたいな使い方をします。つまり筆記用具の例示がシャーペン、ボールペンであるということを示しているので、今私例示はって言ったように他にもあるっていう読み方をしなければいけないです。だからもしかしたらサインペンとか、もしかしたら万年筆とか、そういうものもあるかもしれないっていう時にその他のっていう言葉を使います。これ実際これでね、知らなくて口述試験落ちた人がいるんですけど、条文の中でですね、例えば実際その試験に出たんですけど、この商標法の、今ちょっとその当時とは条文が引っ越しして条文番号が違うんですが、38条第5項の括弧書きっていうんですけど、ここにですね、括弧書きだから、ここな、どこからかな、ここですね、ちょっと私ナンバリング、他の授業でナンバリングしてるからちょっと汚いんですけど、ここからね、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、ひらがな、カタカナおよびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同時の証拠および観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標、その他の当該登録商標と社会通念上同時と認められる商標を含むって書いてあるんですよ。その他のって書いてるので、当該登録商標と社会通念上同時と認められる商標の例示がこの前、つまり今便宜的にナンバリングしてるんですけど、3つ書いてあって、1つ目は書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標で、2つ目にひらがな、カタカナおよびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の証拠および観念を生ずる商標で、3つ目に外観において同視される図形からなる商標で、この3つは例示だから
その他のっていう言葉が使われているので、社会通念上同質の商標というのはこの3つ以外にもあるっていう読み方をしなきゃいけないんですよ。で、商標法の中に不使用取り消し審判っていう審判があるんですね。不使用だから使ってないって書くんですけど、不使用使用取り消し審判っていうのがあって、商標法の50条っていうところにあるんです。で、商標権というのは、登録して初めて権利が発生するので、出願をして審査にかけて登録までいかないと商標権は発生しないんですけど、その過程の中で使ってるか使ってないかってことは審査にはないんですよ。だから全く使うつもりがないっていうことになると、法律上は登録要件に引っかかっちゃうんですけど、つもりはあるけど結局使いませんみたいなものって結構あるんですよね。で、特に日本はその使用主義という使わなくても、ね、使わなきゃいけないという主義を取ってないので、使わなくても登録だけ取れちゃうんですよ。でも誰かが登録を取ってると、それと少なくとも同一類似似たような範囲では誰も使えなくなっちゃうので、言ったらその椅子取りゲームみたいなもので、誰か座ってると座れないから、そこに座りたければ、要は使いたければ、その人の登録を取り消してから自分の登録を作りで自分が使いたいっていう感じになるんですね。で、その誰か座ってるけど使ってないからどいてっていう制度がこの不使用取り消し審判で、誰か座ってるところを無理やりこう立たせるみたいな制度なんですけど、で、これルールがあって、登録してる商標と基本的に同じマークを使ってなきゃいけないんですね、だから例えばアルファベットのレックで登録してるのにカタカナのレックでしか使ってませんみたいな感じだと、同じマークを使ってるわけではないので、同時の商標を使ってないからってことで取り消しの理由になるんですよ、だからその基本的にはだから同じものを使わなきゃいけない。でもね、例えばゴシック体で登録してるけど明朝体で使ってますぐらいの差だったら、これじゃあ全部の字体で登録しなきゃいけないってことになると相当不便を強いることになりますよね、ちょっとの違いの場合はね。だから社会通念上同一、普通社会通念上考えてみれば同じって判断してもいいんじゃないっていうものは、登録したものそのものを使ってるように扱ってもらえるっていうのが社会通念上同一ってものなんですよ。で、社会通念上同一は3つあって、1つは書体のみに変更を得た商標だから、今言ったように明朝体で例えば登録してるんだけどゴシック体で使ってますぐらいの差だったらいいですよ。で、2つ目に、ひらがなカタカナおよびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の証拠及び観念を生ずる商標っていうのがあります。で、例えば今私レックっていうのを出しましたよね。で、登録しているのが例えばアルファベットのレックだと、レックって何だかな、 C ですね。だけど、使ってるのがカタカナですって言った時に、確かにローマ字の文字とカタカナを相互に変更するとは言えるんだけど、これね、同じ読み方は生じても同じ意味ではないんですよね、つまりカタカナから一つだけスペルが生ずる場合だったら同じ観念意味っていう意味でいいんですけれども、2つ以上のスペルが生ずるんだったらそれは同じ観念意味とは言えないんですよ。だから例えば REC のレックだってレックっていう読み方するんで、これって社会通念上同一じゃないから、アルファベットのレックで登録しているのにカタカナで使ってるってことは登録商標の使用とは認められないんですね。じゃあこれ認められるアルファベットとカタカナのケース、例えばどんなのがあるかっていうと、キングとかクイーンですね。キングとクイーンってカタカナにしたときにこのスペルしか出ないじゃないですか。そういうものは意味も一緒、証拠と意味が一緒っていうふうに言えるので、それだと例えばアルファベットで登録してるんだけどカタカナのキングを使ってますでも登録商標使ってますって言える。
これが社会的な情動物の2つ目です。で、3つ目は例えば図形の商標なんかだとちょっとした違いでこうパターン作ることがあって、例えば私実際自分がね担当した案件だと右手上げてるモンキーの図形商標があったんですよ。でもなんか他の商標との組み合わせの関係で左手が上がってたんですね、使ってるものは。でも右手上げてるだけ左手上げてるだけの差だったので、それ社会知名情動物と認められたんですけど、そういう差、そういうものが3つ目。でも今言った3つ目って言ったけど例示なんで、他にも社会通念上同一と認めるケースがあるよっていうのがその他のっていう意味なんですよ。で、口述試験で出た時に口述試験ではこういうのが出たんですね。ああ、このケースじゃダメかな、キングの方がいいかな、こっちじゃなくて、この二段書き商標、よくね登録商標やるんですけど、二段書きで、二段書き商標で登録してると。でも使ってるのはアルファベットだけなんです。その時に不使用取り消し審判を請求したら取り消されますかっていう質問だったんですよ、面接の最終試験でね。で、その彼は、その受講生の方は、はい、取り消されますって言ったんですよ。で、試験の先生は、まあ、なぜですかと。そしたら、これは社会通念上動物の商標と認められないからです。これと、アルファベットだけっていうのは、社会通念上動物の商標と認められないからですって答えたんですね。じゃあ、社会通念上動物の商標とはどんなものを言うんですかって、試験の先生が言ったら、この今序文をお見せしたところをちゃんと暗唱してたんですよ、その彼は。だからスラッと言えたわけ、で、なぜそれなのにこれダメですかって言ったら、いや、この3つに当てはまらないからですって言ったんですよ。ということはどういうことかっていうと、その他っていう意味とその他のっていう意味が分かってなかった。その他のだからそれ以外にもあるって読まなきゃいけなかったのに、その他っていうのは限定なんですね。その他は限定、その他のは例示なんですよ。だ、その他とその他のの違いが分かってなかったんで、3つだけだって覚えてたんですよ。で、それでもう結構ですっていうことで終わっちゃったと。で、なんでか分かんないって言ってたんですよ、その人。で、私のクラスの子じゃなかったんで、もともと中上級だけうちのクラスに来てた子だったので、当然もこれやってないんですよね、全体構造で。で、分かんないと。で、再現書いてみてって言うんですよ。口述試験ってやっぱその流れの中で何かミスとかやってるから、再現答案、再現をこう書いてもらわないとちょっと分かんないんですよね。だからちょっと再現書いてきてって言ったら、あ、ここだなっていうことで原因が分かったんですけど、もう本当にちょっとしたことですよね、その他とその他のの違いが分かんなかったぐらいでも結構意味の違いになってくるんで、これは、あ、ちなみにこれの答えを言うと、二段書きでもこれ審判便欄っていうのにあるちょっと細かい話なんだけど、これね、片方だけの使用で認められるケースなんですよ。社会通念上同一のケースなんですよ。で、これ自体が審判便欄にあることを彼がもし知らなかったとしても、例示だっていうことだけでも分かってれば3つ以外にあるかもしれないわけでしょ。で、口述試験ってね、本当ですかって言ってくれるんですよ、試験の先生って。間違ってたら、で、本当ですかって言ってくれてるのに本当だってことは基本ないんですよ。本当ですかっていう質問は、あなた間違ってるよっていう言い換えなんですけど、でも本人は自信があったんですよね、条文暗唱してたから。で、結局、商標ダメだったっていうことだったんですけど、なので戻ると、このその他とその他のっていうのはすごい大事な違いで、少なくとも産業財産権4法はちゃんと条文全部使い分けてます。その他とその他のどっちも出てきます。だからちゃんと読み分けてください、例示なのか限定なのかということね。で、その他はシャーペン、ボールペン、その他鉛筆みたいな書き方なので、シャーペン、ボールペン、鉛筆しかないよと、その中から一つだよみたいな意味になります。はい、じゃあちょっとここで休憩を取りましょう。で、その後、続きをやっていきたいと思います。では続きいきますね。次が原本、製本、等本、小本ですけれども、原本はいいですよね。もともと作成者がいて、その人が作ったそのもののことを言いますね。
で、製本っていうのは作成者が作ったものじゃないんだけれども、まあ、原本の完全コピーみたいな感じ でしかもその原本と同じ効力を有するものを製本と言います。で、陶本も、まあ、同じくその第三者が作ったもので、まあ、完全なコピーで、で、小本は原本を抜粋したものですね。戸籍陶本とか小本とかっていうのが、まあ、身近な皆さんの身近なものとしてあると思うんですけど、あんまり特許法では出てきませんが、一応常識の範囲内として知っておいていただきたいということですね。はい。で、次に7ページのところで、時時際ですね。で、特許法上時間を示す言葉って結構出てくるんですよ。例えばですね、特許出願前にっていう言葉が特許法の1回目の範囲で新規性という条文があるんですけど、ですね、29条という条文で、この1,2,3,5の頭のところに共通して特許出願前にって書いてるでしょ、どこも。で、この特許出願前にっていうのは時分まで、何日とかの日をもって判断するんじゃなくて、時分まで問題とするという意味を含んでいて、例えばこれね、特許出願前に日本国内または外国において公然知られた発明、これ新規性ないですよって言ってるんですけど、例えば午前中に何かこう発明をしたものを研究集会で発表しました、で同じ日なんだけど午後に出願しましたということになると、同じ日なんだけども新規性なしで拒絶になってしまうんですね、特許取れない。その意味がこの出願前にっていう言葉に含まれていて、時分まで問題とする。一方で隣の条文29条の2っていう条文があって、この条文には日前にっていう言葉が出てくるの。ここに日前のっていう言葉が出てくるでしょ。で、これはだから時分じゃなくて日をもって判断する条文だっていう意味なんですね。で、条文の中にはそうやって時分まで問題とするものと日をもって判断するもので、あとはですね、例えば日以後って書く、まあ、日日の日で以後ね、以後な省略みたいな、以後で、その日以後って書いた時にはその日も入る、同日も入る、うん、だから例えば今日がその日だったとしたら日以後は今日も入る。でも日後って入って、日後ってなった時にはその日は入らないので翌日からって意味になるんですね。で、特許法もやっぱり手続き法的な側面が強くて、かなりその何十日以内にしなきゃいけないとかね、どんな手続きしなきゃいけないみたいな、そういうちょっとその 日だったりとか手続き系の条文が多いんですよ。だからその時間っていうのがやっぱり何日以内にしなきゃいけないとかってなると、具体的に何月何日までにできるのかっていう担当試験もあるからね、うん、だからそういうところでその条文をちゃんと読まなきゃいけない。で、特にその日を時間的な意味を持つ言葉は要注意なんです、うん、で、ここで書いてる時っていうのは、これは時間的な意味を全く持たないんですね。場合っていう意味です、うん、その時っていうのはその場合って意味で、その時っていうのはだからもう場合っていうふうに読み替えちゃっていいと思うね。で、時って書いてるのは、まあ、時分まで問題とするってことが多いですね。で、何時何分まで証明ができないことも、まあ、そのことによってはあるので、そういうものに関しては条文上際っていう言葉を使ってます。例えば特許出願の際限に日本国内または外国において準備をしているとかね。で、準備って結構、例えば頭の中で計画を立てた時から実際作り始めるまでの間が結構準備って言っちゃう、準備に言えるので、その何時何分からっていうことが特定できないことっていうのもあるわけですよね。だからそういうものに関しては際っていう言葉が使われてます。なので、まあ、時間的な要素を含むものっていうのが結構多いの でしかもそこを使い分けて試験とかも出てくるので、条文上時間的な要素はきちんと読み分けられるようにしなきゃいけないということです。
で次に見なすと推定するですね。これはもうね日常茶飯事というか、もうものすごい重要な言葉で、見なすっていうのはいくら反論しても覆ることがありえないことなんですね。で推定するっていうのは一応そう取り扱いますけどっていうぐらいの意味なので、反論して覆ることがあり得るんですよ。それが違いです。見なすと推定する。で条文上見なすと書いてあるのか推定すると書いてあるのかは、出題頻度としてものすごい高い出題ポイントになるので、条文上どちらなのかってことを読み分けていきますね。はい、であとは、まあ、常識的にちょっと知っといてぐらいな感じで、法律とか法令とか条例とか命令とかそういう言葉ですね。で法令っていうのは、まあ、法律プラス命令みたいな感じですね。だ法令集っていうのは法律と命令が両方入ってるような感じですね。で法律っていうのはいわゆる、まあ、特許法とか、まあ、商標法とか、まあ、この皆さんが勉強していくものが全部法律なんですけれども、法律はいわゆる国会を通さなきゃいけないものなので、まあ法改正するにも国会通さなきゃいけないから、まあまあまあその労力がかかるものなんですね。だからそんなに頻繁にはこう簡単には変えられないし、まあそうは言っても毎年のようにねこの時は変わってますけど、まあそういうちょっと重要なものですね。で命令は行政機関が制定する法規だから、まあそういう意味では行政機関だから、まあいわゆる特許庁とかね、そういったところが制定する法規なので、まずその国家を通さなきゃいけないみたいな、そういう重たいものではありません。で条例はいわゆる 都の条例とかよく言うでしょう。都にしかその関係がないものだから、 都が条例作ったとかってよく言いますよね。でそういう地方公共団体が国の法律とは別に、その、まあ、東京都だったら東京都の中で、千葉県だったら千葉県の中でしかその効力発生しないような、そういうものですね。それは条例と言いますね。はい、で特許法は、まあ、いわゆる法律ですね。法律になります。で次に判決命令決定ですけれども、判決はまあ、いわゆるその裁判所が出すものの中で、その訴状の中で求めたことに対して結論付けて出すものが判決です。だから例えば差し止め請求を裁判所に求めたと、訴え提起したと。差し止めってわかるかな。何か製造販売続けてる人がいて、でその行為が私の特許権の侵害だって私は思っているん で特許権の侵害だから、あなたその製造販売やめてくださいって求めるのが差し止め請求って言うんですね。でその差し止め請求を求めたら、差し止めを求めてるわけだから、それを認めるか認めないかっていう内容の判決が出るわけですね。でそういう認める認めないについて出すものを判決と言います。要は求めたことに対して結論を出すものを判決。一方で例えば私の訴状がなんか形式的に間違ってたとか、私が例えば原告になる、その訴える資格がないのに訴えたとか、なんかその求めたことじゃないことに対して何か不備があったりとかして、それについてあなたの訴えは不備があるのでダメですという、例えばその場合は判決じゃなくて決定というもので出すんですよ。つまり求めたことに対して結論を出すときに判決、それ以外のことに関して、いわゆる形式的なこととかに関して出すものを決定というものに出すので、裁判所の中から出てくるものとしては、ね、判決もあれば決定もあって、でどっちになるかは求めたことに対して結論を出すのが判決、それ以外のことが決定という感じの住み分けになっています。特許法では今決定というものがないかな。条文上、特許法上はないかもしれないね。全部判決かもな、うん。で、あと命令っていうのは裁判官による裁判で、裁判所が出すものではないので、これも一般法では出てくるんだけれども、特許法の中では出てこないですね。であとさっきちょっと説明しましたけれども、悪意と善意ですね、ここはもう絶対しとかなきゃいけないんだけれども、道徳的な意味を持ちませんので、悪意あるって言ってもそれは知ってるっていう意味以上のことがないんですよ。ただ単に知ってるってことね、悪意があるっていうので、善意だっていうのは知らないっていうことで、いいとか悪いっていう意味じゃないってことです。そこを絶対に忘れないでください。であと瑕疵って呼ぶんですけど、あと漢字のテストではないから
漢字を書けるかどうかっていうのは直接的な問題ではないんだけど、論文書くときにね、歌詞ぐらい書かないとちょっと勉強してきた感じがしないんですよ、正直。だからひらがなではこれ書いちゃダメかな、だからちょっと書けるようにしといてください。歌詞要は不備ってことですね。言い換えると不備があるってことです。それを歌詞があるって言います。あんまり日常的に使わないかもしれないけど、この業界ではよく使います、歌詞って言葉ね。はい、で次に故意と過失ですね。これはまあ日常的にも使うことあると思うんですけれども、故意はわざと、過失は不注意でっていう意味で取ってもらっていいと思います。故意はわざと、ね、過失は不注意でっていうことですね。だから過失があるものと推定するみたいな言葉があるんですけど、まあ、不注意だったぐらいに扱うってことですよね。推定するは反論ができるから、まあ、そういう感じですかね。はい、で次にですね、8ページのところで、権限っていうのが出てきます。で皆さんがこの試験の勉強をする中で、限定の限、小里編のあれ使うことはないっても思っちゃっていいです。論文で書くとき全部この原っぱの権限を使います。でこれはいわゆる正当な、まあ、原因とか、まあ、権利を持ってますっていう意味なんですけれども、まあ、それがなく権限がない第三者が勝手に特許発明とかを使っちゃったら、実施したら侵害っていう感じで書くことが多いので、ここはまあいわゆる原っぱ、まあ、権利とか原因とかそういう意味で権限って言います。読み方注意ね、権限とか言う人いますけど、これが権限ですね。はい、で次に権利能力、行為能力ですね。これはまあ実は一般的な言葉なんですけれども、権利能力は、まあ、権利義務の主体となることのできる能力なので、まあ、特許権だったら特許権者となれる能力のことですね。で民法上、自然人は生まれながらに権利能力が認められると書いてるので、まあ、我々自然人は、まあ、生まれたらもう権利能力が備わってるっていうことです。で行為能力っていうのは名前の通りで行為ができる能力、まあ、手続きとかを一人でできる能力っていうことなので、例えば未成年者だったり、あと成年非後見人制度とか分かりますかね。ああいう制限をかかってる人たちは単独でその法律行為ができないわけですから、行為能力を制限しているっていう状態になるんですね。でそういう手続きとか法律行為ができる能力のことを行為能力と言います。直接的に特許法ではこの両方とも出てこないかな、出てこないですけど、でも一応知っておいた方がいい言葉ですね。で次に除籍忌避ですね。これ忌避って読むんですけど、これは書けなきゃいけないかな、この言葉、除籍と忌避で両方とも退けるっていう意味で、まあ、排除されるっていう意味なんですけれども、除籍っていうのは具体的に条文上除籍原因っていうものが限定列挙されてます。こういう時は外されますよ、あなた審査官から外されますよ、こういう時は審判官から外されますよっていう原因、除籍原因ですね。除籍事由とか言うんですけど、それは限定列挙されてます。例えば出願人と審査官が夫婦の関係にある場合、ちょっと贔屓しちゃう可能性は高いですよね。公平な審査ができるっていうことがちょっとね危ないでしょう。そういう時は審査官から外される、除籍原因になる。でちゃんと書いてあるんですよ、婚姻の関係にあるものとかね書いてある。で忌避っていうのは除籍と同じような事由なんだけど、除籍事由には書いてないんだけど、でもやっぱり公平な審理ができないから外すべきだよねっていう判断をした上で外すのが忌避なんで、忌避は具体的には書いてないんですよ。書いてないけれど外すべきじゃないのっていう時に申し立てをして審理をして外すかどうか決まって外されるみたいな。だからまずフィルターとしては除籍原因かけて、でもそこで外されるんだったら外されるし、そこに引っかからないんだったら今度忌避原因に当たるかどうかを審理して、で外すかどうかを決めるって感じの受け皿的なものが忌避原因。例えば今その夫婦だったらって言いました、これ法律上の婚姻関係がないと夫婦と言えないんですけれども、もしじゃあ婚約関係だったらどうかですよね。除籍原因は当たらないんですよ、だけど婚約関係にあったってそれは同じじゃないですか、趣旨的には。だからやっぱ忌避原因に当たるんですよね、そういう時には。内縁関係もそうですね、
長い間すごい同棲してるんだけど、でも籍は入れてませんみたいな感じだったら、やっぱり夫婦と同じように扱うべきっていう趣旨が働くので、その場合はまあ忌避として外されるっていう感じになる。除籍は具体的に書いてある自由で、忌避はその他っていう感じですかね。書いてないけど個別具体的に判断していい、で外す、では忌避で、除籍と忌避は、まあ、よく出てきます、言葉としてもね。はい、で次に除籍期間とか、あと時効っていう言葉ですね。で同じような効果なんですけれども、除籍期間というのは法律関係を速やかに確定させるために一定期間の経過によって権利を消滅させる制度ということで、例えば無効審判、商標法なんかだと無効審判って除籍期間があってですね、登録されて5年経過したらいくら無効理由があっても無効にできない制度なんですよ。でそれも除籍期間、5年過ぎたらその無効にする権利を消滅するっていうことで除籍期間っていうものがあります。で時効も同じような感じ、刑事事件なんかでよくね、時効って問題ないでしょ、もう時効が来たから逮捕できないとかね、そういう起訴できないとか、でそういうのがあると思うんですけど、まあ、ある一定期間が経過したらもうその事実状態に適合するように、まあ、その権利関係とか変動させるってちょっと難しいこと書いてありますけど、まあ、同じような効果ですね。でただそのどちらに当たるかっていうのは、その中断ができたりとかできなかったりとか、ちょっと細かいところが違うところがあるんですけど、また出てきた時にそれは見ていきます。で次に取り消しと無効ですね。同じような漢字の意味としては同じような言葉なんですけれども、無効っていうのはもう初めから当然にないものとして扱うっていうことで、で取り消しっていうのは一応あったんだけれども、それをまあ意思表示をしてから取り消す、まあ、ないものとしするっていう形 で意思表示がない間は一応有効だってことなので、取り消しの効果ちょっと様々で、ちょっと権利残すケースとかもあるんですよ。この時点から取り消すみたいなのがあるんですよね、はい、であとは物件と債権ですね。これはちょっと意味の理解かなと思うんですけれども、物を支配する権利を物権、約束事を債権っていうふうに理解してもらったらいいと思います。物を支配する権利、物1個につき1人しか支配できないから物権的な権利とかっていうような言い方をして使うんですけれども、物権的な権利っていう言い方をしたときは独占権と考えてもらったらいいです。要は人1個しかない、誰か1人しかそれを使えない独占権で、債権というのは約束事なんで、守れるか守れないか別として複数できるでしょう。例えば私が A さんという人と今夜7時に食事に行きましょうという約束をしました。それなのに B さんとも今夜7時に食事に行きましょうという約束しようと思ったらできるじゃないですか。でもどちらかの約束は守れない、その時に債務不履行という状態になってお金で解決、損害賠償請求されて私はお金払って、まあ、詫びるっていう感じですね。だからそんな守れるか守れないか別とすれば複数やることができるので、それを債権的な権利っていうような言い方をするんですね。で特許法の中には専用実施権という実施権と通常実施権という実施権があって、特許権者自ら実施するだけではなくて、誰か自分 の許可したものに実施させることもできるんですね。でその実施させ方が専用と通常があって、専用実施権を例えば設定しましたってことになると、それは独占的な、いわゆるこの物件に相当するものなので、独占的な実施権、あなたにしか実施させませんっていうものなんですよ。で許諾をした私自身も実施ができないぐらいなんです。でも通常実施権っていうのは債権的なもの、つまりいろんな人にあなたにもあなたにもあなたにも実施させますよっていう感じの約束だから、その物件的な性格なのか債権的な性格なのかっていうことで特許法の中では登場することがあるんですけれども、物件自体債権自体っていう感じのものではないので、その性質を説明するときに物件的なのか債権的なのかっていう住み分けになるから、ちょっとそこは覚えておいてもらいたい。だから物件的な性格なんですって書いてあったら、あこれはもう独占権なのねと、で債権的な性質であるって書いてあったら、あこれは独占性がないのねっていうふうな読み方になりますね。はい、であと不法行為は、まあ、他人の権利利益を害することで、直接的には民法709条というところにその不法行為による損害賠償請求権の条文があります。で特許権の侵害っていうのは、まあ、いわゆる権利の侵害なので不法行為の一つなんですね。
だから特許権の侵害に対しては損害賠償請求ができるんですけれども、その根拠条文は民法709条を使っていきます。で、後でまたちょっと説明しますけれども、特許法って特別法です。で、民法は一般法というものです。で、一般法に馴染まないものを特別法として作ったっていう経緯があるので、馴染むものは別に一般法使えばいいでしょってことなんですよ。で、権利侵害が不法行為だっていうのは別に特許権に限ったことじゃないので、なので不法行為だって言っても特許権の侵害に関しては特別に特許法には規定がない、でも民法を使えばいいので、民法709条が特許権の侵害に対する損害賠償請求の根拠条文になります。で、次にここもすごい大事なんですけれども、却下と棄却っていう言葉の違いですね。却下っていうのは方式的なものについて結論を出すときに却下、退けるときに却下、例えば請求書を却下するっていうような使い方をします。請求書を却下する、だから請求書っていうのは例えば無効審判なり取り消し審判なり、その審判を求めるときに出していくもの、請求書ですよね。でもそれは形式的な書類じゃないですか。で、その書類を出したんだけれども、例えばその書類に不備があったりとか、出せない時期に出しちゃったりとか、そういう内容的なもの以外のところで、その請求書もその請求書ダメですっていう時に退けるのを却下と言います。で、棄却っていうのは請求理由についてダメですというふうに退けること、請求理由について。だから例えば無効審判を請求しましたってなると、何か登録の無効を求めてるわけでしょ。で、その無効を求めたんだけれども無効にできませんっていう、その退け方は棄却でするってことです。請求を棄却するってことね。だから請求自体をダメという時に棄却、でも請求書とかその形式的な不備に関してダメですっていう時に却下っていうところのその違いですね。だから条文上両方出てきますので、内容的な時には棄却を使い、形式的な時には却下を使っているって感じですね。はい。で、続きまして類推と順用なんですけれども、順用条文ってね結構あるんですよ。例えば特許法はもちろん特許が先頭に立つし中心になるので、例えば衣装法の順用条文とかっていう感じではないんですけど、そういうのはね、例えば衣装法だと15条っていうところに特許法の順用っていう規定があるんですよ。で、特許法に規定していて同じことをまた衣装法で規定することになるんだったら、もう順用ということで、済ませちゃうっていう感じで、そのまま衣装法でも使いますっていうのがこの条文の役割なんですけれども、もう一つちょっと似たようなもので類推適用っていうのが、その冊子の9、レシピの9ページの上のところにありますよね。で、順用っていうのは、順用しますってことをちゃんと条文に明記してるんですけれども、類推適用っていうのは条文上の明記がないんですよ。ないんだけれども同じようなことだから同じように使ってもいいんじゃないかなっていうふうな、ちょっと推測に過ぎないんですけれども、類推適用するケースがあるんですね。ただね、特許法ではもう基本ないんですよ。で、例えば一般法である民法なんかっていうのは我々のこう身の回りのことをいろいろこう解決するための法律なので、ものすごいいろんなことが世の中に起こるわけで、だからそのいち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 個別にこのケースはこうですみたいな法律を定められないから、ちょっとぼやっとした法律を置いといて、で、具体的なものはこれを類推して適用しますとか、こうなんていうんですかね、ちょっと具体性がない法律なんですよね。でも特許法はそもそも特別法と言われるように具体的なことに関して書いてるものだから、それよりもさらにこの別の事案が出てくるってことがあんまりないし、
もうそもそも例外みたいなもの、一般法にとっては例外みたいなものなので、また例外の例外を認めるっていうこともなかなかちょっと難しいというのもあるので、類推するっていうことがあんまりないんですね。でむしろこの類推適用の反対解釈みたいなもので、反対解釈っていうのがあるんですよ。でどういう違いがあるかというと、例えばね、皆さんがこうトコトコ歩いてて、でこう目の前に橋がこうかかってると、で橋のふもとに馬渡るべからずと書いてあると。そしたら馬渡ってはいけないっていう意味ですよね。で馬ダメなんだったら牛もダメでしょうって考えるのが類推解釈、類推適用で、馬ダメですって書いてるんだから逆に牛はいいでしょうって考えるのが反対解釈で、特許法は反対解釈を取ります。それを絶対忘れちゃいけない。法学部出身の方は民法とか一般法を勉強してきてるので、多分に類推解釈が好きなんですね。で何でも結構ね類推解釈しちゃうんだけど、それがね結構長くかかるちょっと癖みたいなところがあって、特許法は類推解釈することまずないんですね。そもそももう具体的で例外法みたいなものなので、それ以上に何か類推してことを決めるってことはなくて、むしろ書いてないことは OK、 こう書いてあるからダメ、だから書いてないんだからいいっていうような考え方を取るので、特許法の中で何か書いてないことが出てきたときに、書いてないからいい、つまり反対解釈を取るってことをちょっと覚えておいた方がいいと思いますね。類推はほぼないってことです。はい、で次に訴求項ですね。これもちょっと書けるようにしておいてもらいたいんですけど、この字ね、訴求項と読みます。遡って及ぶ効力と書く、まあ、その言葉の意味の通りなんですけれども、その成立以前まで遡って効力を有することってことで、例えば特許権が無効審判による無効審決の確定によって訴求消滅しましたっていうような意味は、特許権もうゼロになっちゃったって意味です。特許権なくなっちゃった、ゼロになっちゃったって意味ですね。訴求的に消滅するっていうのは、遡って消滅すると、今から消滅する、過去の残るんじゃなくて、もう遡って全部なくすっていうのが訴求項という意味です。で反対に次、将来項という言葉があります。将来項はその後消滅するので、今までは残るっていう意味です。権利残った状態でその後消滅するっていうのが将来項という意味ですね。で次に一時不再履行ですね、同じ事件に関して再度同じ審理しないことを言います。例えば A さんという人が、ね、証拠 X を持って無効審判を請求し挑んだんですね。無効にしようと挑んだんだけど失敗して特許は維持されてしまったと、でA さんと一緒に戦っていた B さんが同じ証拠でまた同じ無効審判を請求しましたってことになると、もうあなた一回、まあ、そこに関わったわけですね。一緒にっていうことは関わって失敗したよね。で同じ審理をすることはもう許されないということで、それ一時不再履行、同じことに対して二度審理しない、一時不再履行というふうに言います。はい、で次に独占排他権ですね。これはもう本当に講義の中で繰り返し出てくる言葉だから理解しておいてもらいたいんですけれども、独占性がある権利だということで、特許権者は独占排他権を持つという言い方をしたりするんですが、特許権が独占排他権ということは、特許権者しか実施ができず、第三者が実施してきたときにはやめろっていうことができると、独占性がある権利という意味ですね。独占排他権っていうような言い方をします。はい、で次に規範力ですね、規範力はその裁判の結論が出た後に、その判決が出たその効果ですね、それがその当事者間の中でその基準となってしまうっていうね、そういう効力のことですね。まああんまり出てくることないけど、まあ出てくることもありますね。規範力ですね。あとその下、生産使用上と貸渡し電気通信回線を通じた提供っていうのは、まあ、特許法に入った時にそれぞれ で見ていくんですけれども、まあ、いずれもこれ実施行為、特許発明の実施行為といわれるもので、
まあ、生産作り出すことですね。で、種は使うこと。で、譲渡は所有権の移転です。所有権の移転、譲渡。で、譲渡っていう言葉と、この先ね、移転という言葉の両方が使い分けられてるんで、ちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、あ、ちょっと書いとこうかな。ここは大事なんで。移転っていう言葉が一番上位概念にあたる言葉で、移転の中に、特別承継、で、一般承継、特別承継の代表的なものが譲渡ですね。一般承継 の、 あの代表的なものは相続ですね。この辺は大丈夫かしら、相続とかっていうのは。まあこの辺は一般的にこう使っていくかな、相続とかっていうのはね。だから移転っていう言葉は、その譲渡とかその特別承継も相続などの一般承継も両方含む概念だってことです。一番上位概念的なもので、その中に特別承継と一般承継が入って、で、特別承継っていうのは譲渡ですね。譲渡っていうのはそのお互いにこう契約というか、まあ意思の合致のもとに、まあ、例えばあなたに特許権をあげますみたいな感じの意思の合致があったら特許権を渡しますよね。そしたら譲渡で、相続っていうのは、まあ、その誰か特許権者が亡くなったらその息子さんが相続するみたいな、まあ、いわゆる普通 の、 あの遺産と一緒ですから、あの相続ですね。だから移転することができるって書いてあるものがあった場合は、特許権は移転することができるんですけど、その場合は特定承継でも一般承継でもいけるよってことですね。特別承継でもあの一般承継でもいけるよってことね。あ、私ちょっと間違っちゃったな。特別承継では特定承継です。ごめんなさい。特定承継。特定承継、一般承継ですね。特別承継じゃないね。で、条文上、譲渡することができるとか、譲渡することができないって書いてある、できないの方が多いかな。譲渡することができないって書いてある条文だと、あ、特定承継はできないけど一般承継はできるのねってことになるので、相続の対象になるけど譲渡はできないよって意味になるんですよ。だから条文上移転と書いてあるのか譲渡って書いてあるのかは結構意味の違いが出てくるので、ここはあの住み分けがなされないといけないところですね。はい、じゃあ次に、貸渡しっていうのは、あの返してもらうこと前提にこう渡すことですね。だからもう返ってくること前提のもので、引き渡しだったらもうそのまま引き渡しちゃうので返ってくること前提じゃないので、まあ、貸渡しなのか引き渡しなのかっていうのは、まあ、ちょっとあの違いが出てくることがあります。で、あとは電気通信回線を通じた提供ですね。これはあのいわゆる、まあ、プログラム の、 あの提供行為で使っていきます。プログラムの発明ってあり得るんですね。あの発明の中でプログラムの発明っていうのがあるんですけど、まあ、そういうものがあるから、その電気通信回線を通じた提供っていうのが実施行為の中にあります。あとはまあ輸出入とか、あと譲渡の申し出ですね、そこにちょっとありますけど、うん、まあ、パンフレットの配布とか、カタログによる勧誘とか、まあ、譲渡するための展示とか、そういうものが譲渡等の申し出ってもので、これもいわゆる実施行為の一つにあたりますね。で、まあ、他にも人によっては、条文読む中でちょっと知らないなとか、あの、なんていう意味なのかなっていうふうに、あの、思うこともあるかもしれないので、まあ、不安だったら知財用語辞典を一つ家に置いておくと、まあ、安心かなと思うし、まあ、別にそんな置いてなくても今ネットを、ね、叩けば何でも意味出てくるから、まあ、あの別にいいかなと思いますけどね。言葉の意味のテストとかないから基本的に、
ただ条文読む上で、まあ、少なくともここに出てくるものに関しては知っておいた方がその意味がわからないとか後々ちょっと困ることがないので、まあ、今日ちょっと見たものに関しては知っておいてください。はい。で、次に本当はあの条文の読み方を一緒に練習したかったんですけど、今日持ってないと思うので、次回の時に条文の読み方は一緒に読んでいきます。要はね、上、高、合まであるものもあれば、上の次に高がなくて合で読まなきゃいけないものがあったり、ちょっと条文っていろいろなので、そのちょっと読み方ですね、読み方違うとどこでボロが出るかというと論文で末がついちゃう。論文は根拠条文入れていかなきゃいけないんですね、自分の論文の中に。その入れ方が、例えばね、101条は項がなくて号なんですけど、例えば101条1号とかって書くのが正解なのに101条1項1号って書いてしまったりとか、結構あるんですよ、その号と項の使い方間違ってる。でそうなるとちょっと分かってないっていう感じになっちゃうので、論文では相当大きなミスになってしまいますから、ちょっと条文の読み方を練習しときたいので、次回ね、だから条文それまでに用意しておいてくださいね。はい。では、次に、今ちょっと一般法と特別法っていう言葉を出したので、そこの説明をしとこうかなというふうに思います。レシピの2ページ開けといてください。レシピの2ページですね。で、テキスト、この共通の全体構造編のテキストは7ページですね。はい。で、7ページのね、ちょっとレックのテキストのその三角形が、どうなのかなっていう感じがするんですけど、一般法というのはその分野に特化しない、まあ、一般的にいろんなことに適用できる法律のことを一般法というふうに言うんですね。なんか民法とかそうですね。で、特別法っていうのはもう分野に特化した法律で、まあ、だから特許の分野に特化するものが特許法だし、で、商標に特化したものが商標っていうふうに、その分野をもう特化したしちゃって他の分野には適用できないものを特別法と言います。だから不動産の分野なんかも結構ありますね、特別法が。で、我々はこの一般法ではなく特別法の専門家なので、例えば特許庁に手続きをすることに対して特許、実用支援、意匠商標はこの特別法に分類されるもので、その手続きの代理資格を持つ感じなんですね、弁理士は。だから弁理士試験もなので、まあ、特実意匠で、まあ、付随してちょっと条約とかそういうの入ってきますけれども、中心になるのはその上4法と言われる特実意匠の4科目になるんです。だから一般法が直接的になんかこう試験で出てくるってことはまあないんですけれども、ただそのさっきちょっと言ったように、例えば特許権の侵害は権利の侵害だから、権利の侵害一般法でいうとこの 不法行為なんですね。で、不法行為に関する損害賠償請求は民法にズバッとあるので、別に特許法で規定する必要がないから、もう民法そのまま持ってくるんですよ。だから皆さんが勉強していく中でちょいちょいちょっとこう一般法の条文が出てくることがあるんで、だからなんで出てくるのかなってことがちょっと疑問に思わない程度にはちょっと知っておいた方がいいと思うんです。で、その一般法だからその一般的なことを示してる、だけど特許法なんかが必要な理由っていうのは、一般法ではちょっとこう型がつけられないことが、まあ、ちょこちょこあるんですね。例えばですね、一般法である民法、要は特許法のベースとなるのは民法なんだけれども、民法は有体物を前提に考えている法律なんですね。有体物、要は姿形があるものです。で、例えば皆さんの、まあ、今持ってる持ち物、例えばボールペンだったり筆記用具だったりカバンだったりとかね、お財布だったりとか、そういうものは皆さんがお金を出して買って、あるいは誰かもらったりとかして所有権を持っているものですよね。その方しか、持ち主しか、要はそれを使ったりすることができない、使用収益処分が自由なもの、それをいわゆる所有権という権利で説明します。
で、所有権っていうのは有体物、姿形があるものに対して備わってる権利なので、特許とか実用新案とか意匠とか商標っていうのは無体物じゃないですか。技術とかなんで、発明とか技術ですね、技術で、商標っていうのはこういう、まあ、いわゆるマークですね、こういう商品名とかブランド名とかのマークで、意匠っていうのはこういうものとか建築物とか、まあ、あるいはその画像、あのスマホなんかに出てくる、まあ、例えばアイコンのデザインとか、そういうものも含めた画像とかもあるんですけど、いわゆるデザインですね。だからどれを取っても基本的にそのボールペンとかカバンのような有体物ではないので、民法だけだとちょっと合わない、適用がしづらいものが結構あったんですね。なのでだったらその適用しづらいものだけを集めて一つの法律にしようっていうふうにして誕生したのが特許法なので、まあ有体物でも無体物でも変わらず当てはまるよっていうこともあるから、それは別に民法を適用したら済むんですよ。だから特許にまつわる事件で特許法だけが出てくるわけではなくて、民法が出てくることもあります。例えばですけど、特許権って複数人で共有することができるんですね。例えば A さんと B さんが特許権共有してますっていう状態の時に、持ち分って分かりますかね。家とか共有名義の時に持ち分定めたりとかすることありますけど、その持ち分ってまあよく分かんない、外目には分かんないわけですよ。もしかしたらね、7対3かもしれないし、6対4かもしれないし、でも見た目には分かんないですよね。だから第三者から見た時にそれが表面として何にも現れてなければ分からないんで、持ち分推定平等の法則、平等が推定されるっていう法則があって、一応2分の1、2分の1と考えましょうっていうようなことがあったりします。だからそれは別に特許権であろうと、で例えば車の持ち分であろうと有体物であろうとあんま関係がないので、そういうものは特に特許法にはないんですよ。だから特許法にないってことは一般法である民法を直接適用するっていう感じになるんで、まあ、ただね、そういう分野はあんまり出ないから、あの試験だけを考えると特許法しか知らなくても別にあんまりあの不便はないんですけれども、まあ、一応ね、そういう一般法っていうものはそういう立場にあるものなんだよと。だから、まあ、民法がベースになることが多いので、まあ、民法ですね、民法709条のその損害賠償とかは出てきますし、あとは、まあ、行政法ですね、行政事件訴訟法とか、あのそういうものがちょっと絡むっていうこともあります。はい。で、その2ページのところはちょっとね、あの文章的に書いてあるので見といてもらったらいいんですが、さっきちょっと説明したように、財産権っていうのは、まあ、物件と債権がありますよと。で、物件はいわゆる、まあ、こう、なんていうんですかね、こう、唯一無二の独占権で、で、債権っていうのは、まあ、約束事だから、複数、ね、その独占性がないものなんですよっていうようなことが、そのレシピの2ページのところ、下の方に下線で引いてある債権と物件の説明のところにあります。で、それをよりこう、ちょっと詳しく掘り下げたのが、レシピの3ページのところの一番下に表があると思うんですけれど、うん、物件は物の直接支配権、債権は人に対する、まあ、請求権みたいな感じで、性質としては排他性があったりで、債権は排他性がなかったりしますよみたいなことが書いてある。だから、まあ、そんなことを覚えなくてもいいんだけれども、物件的な性格とか性質っていうのは説明がされることがあるから、その時に、ああそれって独占的なものって意味なんだなとか、その間接的に意味が分かればあのいいかなと思います。はい。では、テキストの方ですね。テキストの7ページのところちょっと見ておきましょうか。一般法とはその分野対象について一般的に適用される法律であって、より適用範囲の広い法律のことを言います。特別法とはある特定の分野対象に適用される法律であって、より適用範囲の狭い法律のことを言います。一般法と特別法の関係は相対的なものです。で、知的財産権に関して言うと、民法、刑法、行政法等は知的財産法の一般法であり、知的財産法は民法、刑法、行政法等の特別法ということになります。そうすると一般法の規定する内容と特別法の規定する内容が両立しない場合があります。そのような場合には特別法が優先的に適用されます。
そうするとっていうところからの一文ちょっとマーカー入れといてもらえますか。一般法と特別法が例えばちょっとあんまりないんですけど、こう相反するような内容、齟齬するようなことがあった場合はどっちを優先するかというと特別法が優先されるって書いてあります。これね、一般法特別法が破るとかっていう表現をすることもあるんですけれども、特別法の方を優先適用しますよっていうことです。一つ例を挙げましょう。一般法である民法97条は意思表示やその通知が相手方に到達した時からその効力を主張する。これ到達主義というんですね。到達してからその効力が発生すると。しかし特別法である特許法19条は日本郵便株式会社の営業所に差し出した日付に特許庁に到達したものとみなす旨、発信主義を規定しています。これは手続き法だからっていうのがあるんですけど、例えばね、到達主義を採用しちゃうと同じ日に郵便で出しても東京都に住んでる人と例えば沖縄に住んでる人とだと特許庁に到達する日に差が出てくる可能性大ですよね。それだと住んでるところで公平性が保てない、要は不公平が出てくるので発信主義にしたんですね。だからこれは民法とちょっと違うところなんですけれども、いわゆる発信主義といわれる特許法19条は民法の97条を破ります。でこの場合特許出願の願書の到達基準時については民法97条ではなく特許法19条が適用されますから、特許庁に到達した時ではなく日本郵便株式会社の営業所に差し出した日付が基準になります。また一般法にしか規定がなく特別法には規定がない問題については一般法の規定が適用されます。一つ例を挙げましょう。特許権の侵害に基づく損害賠償については特別法である特許法に明文の根拠条文はありません。しかし特許権者は一般法である民法709条に基づいて侵害者に対して損害賠償を請求することができるのですということですね。はい、では次に括弧2のところで政令省令のところですね。法律は唯一の立法機関である国会によって制定されます。しかし例えば手続きの詳細等の事項を法律で規定してしまうと、それを改正する場合も国会を通過する必要があるため社会の変化に迅速に適応できない等の弊害が生じてしまいます。そこで制度の根拠となる部分は法律で、手続き等の細目は比較的改正が容易な政令省令で定めています。政令とは内閣の制定する命令のことを言い、省令とは各省の大臣が自らの担当する事務について発令する命令のことを言います。だから今特許法の中には経済産業省令で定めるところによりとか経済産業省令で定める期間内にって言葉が多発してるんですよ。でそれは具体的にそれが3月だったり30日だったりするんですけれども、実際省令を見るとね、だけどもし法律の中に、昔はそうだったんだけど特許法の中にもズバリ3月とか30日とか書いちゃうと、それを変えたいときにいちいち国会通さなきゃいけないので結構めんどくさい、でパッと変えれないですよね。ある一定の時間がかかっちゃう。なのでもう経済産業省令で定めるところによりってやっとけば簡単にその中身は変えれてしまうので、その省庁の大臣で変えれてしまうのでね。だから今特許法の中ではかなりその経済産業省令で定めるところによりっていうような言葉が多発してます。で試験的には経済産業省令で定めるところによりっていう通りに覚えたらいいところと、で実際はそこが3月なんですって覚えなきゃいけないところとかあるから、そこはちょっと条文によって軽重をつけてそのままでいいのか掘り下げるのかっていうのはちょっと具体的に指示していきますけど、そんな感じですね。だから実際ね、こう法律だけでっていうわけにちょっといかない部分が実際はあるんですけど、ただね、実際じゃあ省令まで拾ってみるかっていうとそういうのないです。もう全部テキストに書いてあるから必要なことは、だからいちいち省令を拾っていくっていうところまではいらないかなと思います。はい、で戻っていただいて、で次にですね、8ページテキスト8ページの条約と国内法っていうところですね。皆さんの、試験範囲にも担当試験では条約っていう科目があるんです。で一言で条約っていうんですけど、たくさんの条約が含まれていて、パリ条約、PCT、
で、トリプスでマドリッドプロトコルでジュネーブ改正協定っていう5つ5種類が入ってます。だからまあまあ結構厄介なんですね。条約って言っても一言で言っても厄介なんですよ。でそのまあ一括りを全部で条約っていうふうに言うんですけど、条約はまあ言い換えれば国と国との約束ごとですね、うん、だから日本国が他の国たちとのその約束ごとを決めた、まあ、そうお互いになんですけど、国と国とをこう調整する、要は基本的には属地主義っていう考え方が世界にはあって、これは覚えておいた方がいい言葉ですね。属地主義、テキストはカッコ3のところに、9ページのカッコ3のところに属地主義の原則って書いてるでしょ。書かなくてもよかったかな、テキストに書いてあるね。属地主義、属地主義って読むんですけど、うん、これは属する地の主、まあに従えっていう考え方、これが属地主義。例えば日本で特許権を得たいんであれば日本国特許庁の、まあ、指示に従え、ね、日本で独占権を得たいんであれば日本で特許権を取れ、つまりその国の地のルールに従ってその国の地の権利を取得するっていう考え方を属地主義というふうに言います。で、属地主義が基本的な原則としてあるので、まあ、国々はそれぞれ好きなように国ごとのルールを定められるわけですよ。まあ、どんな場に特許が得られるかとか、特許権得たらどんないいことがあるかとか、国ごとに好きなようにできるわけ。で、例えば日本国では日本人しか特許権得られませんとかね、別に属地主義の原則だけを考えれば別に構わないわけですよ、そんなルールにしたって。うん、あるいは例えば中国では漢字の商標しか認めません、アルファベットはダメですみたいな感じとか、そういうことだって別に属地主義だけを考えれば可能なわけですよ。でもそんなことしてたら大きな目で見ればその国は発展しないですよね。だって外国人が日本で特許取れませんとかね、外国人は外国人、まあ、例えばアルファベットで普通はネーミングするはずなのに漢字に変換して商品名作らなきゃいけないとか、そんなめんどくさいことして中国に進出しないのか思わないですよ。で、そうすると結局広い目で見ればやっぱりその国際的な流通が容易であった方がその国々の発展も見込めるので、やっぱりその国ごとで勝手にやるだけではなくて、ある程度共通したルール内で国ごとの、まあ、独自性ってものを担保しましょうっていうふうにある時気づいたんですよ。で、それが1883年っていうパリ条約が締結された時で、そこから今いろいろ派生する条約とかができて、まあ、今に至るんですけど、だからそのまあ言ったら世界的なルールも一応知っとかなきゃいけない。だって日本だけで特許取るとは限らないでしょ。で、お客さんは外国にも進出してビジネスを展開しようと思うかもしれない。そんな時に外国の特許庁に対して手続きの代理権はないです、日本の弁理士の資格では。でも外国の弁理士に対してのやり取りっていうものはやはり弁理士としてやった方がお客さんのためにもなるので、なのでやっぱり日本のその弁理士も外国での手続きに関することを知っといた方がいいんですよ。だから試験範囲にある。だから論文までは書かないんだけど、担当試験ではまあまあ細かいところまで出ますので、割と厄介な科目であることは確かなんですね。で、そういう条約っていうのは憲法との関係で言うと一応これね2節あると言われてるんです。一応テキストでは8ページのところに条約との関係について、条約とは国家同士が互いの権利義務を定めた約束を言い、知的財産についても様々な条約が締結されています。条約と国内法の関係についてはそのどちらが優位であるか等の争いが存在しますが、知的財産法の多くは条約と国内法が抵触する関係にあるときは条約が優位されると規定されています。
例えば A という事柄について、事柄について、条約はアルファと規定しているのに対して、国内法はベータと規定している場合には、矛盾が生じてしまいます。特許法26条等は、この場合、アルファの効果が生じると規定しているのです。これはね、条約と法律との関係について言及しているんです。まず、国内の中で約束事というと、一番優位に立つのは憲法でしょう。憲法、法律じゃないですか。で、条約っていうのはその会話の外なんですよ。国と国だから、国内の問題じゃないから。で、条約と法律との関係で言うと、条約優位です。ということをここで書いてある。うん。もし矛盾があったりとかしたとき。でも、憲法とのことはそこに書いてないんだけれども、憲法はね、やっぱり憲法が優位だっていう説の方が強いですね。そこはね、2説に分かれるんです。もちろん違うっていう学者さんもいるんだけれども、基本的にはやっぱりね、憲法の方が優位、憲法条約法律みたいな感じの考え方が一番通説と考えてもらった方がいいかなと思いますね。まあ出ないけどね、そんなところまでは出ないけど、まあ一応伝えておきますね。だから国内法が優位だっていう考え方は基本的にはやっぱなくて、法律的にはもう明文の規定が特許法にあるから、少なくとも特許法と条約が矛盾したらもう条約なんですよ。うん、もう絶対条約なんですね。だからまあそういう意味でも条約は重要だということが言えるんですね。はい。あとそうですね、条約絡みはまあいいかな。はい。ではテキストの9ページのところですけれども、知的財産権の特徴っていうところですね。さて知的財産権にはこのようにさまざまな種類のあるところですが、共通する特徴として以下のような3つの特徴があります。で、1つ目は排他独占性ですね、まあ、いわゆる他の人を寄せ付けない自分だけが、まあ、その権利を持つという排他的独占性ですね。で、括弧2の時間的制限性ということで、特許権を取るかどうかっていうことの判断のちょっと基準になるものでもあるんだけれども、無期限で独占性が保障されているわけではないということで、特許権は基本的には主眼から20年で切れちゃいます、うん、で、医薬品なんかで、まあ、長いもので主眼から25年っていうのが認められることがあるんですけれども、基本的には主眼から20年なんですね。で、それを長いと取るのか、まあ、短いと取るのかっていうのはちょっとその業界とかで商品の寿命とかにもよると思うんですけれども、まああんまり長くないって考えて特許権を取らずに成功したのがコカ・コーラなんですね。コカ・コーラはコカ・コーラってちょっと独特な味するじゃないですか。で、あの作り方は社長と顧問弁護士しかトータル的なその製造方法知らなかったっていうふうに言われていて、その秘密を厳守して、まあ、今だとね漏れやすいから秘密って情報化社会だから、まあ、知られやすいじゃないですか。ちょっとこう漏れやすいけど、昔なんでそんなにこう漏れる手段というのが多くなかったから、まあ、秘密を守り続けたんですね。で、守れば守るほどずっと守ればその間は独占性があるでしょ。だから特許を取るよりもそっちの方がいいって判断したんですよ、コカ・コーラは。で、それが成功した、まあ、数少ない例ですね。うん、で、特許の場合は、まあ、で、出願して、で、今公開制度があるんで、もう1年6ヶ月したらもう必ずオープンになっちゃう。だけど、20年は、まあ、実際は出願からカウントしても、特許権は発生するのは出願から審査終わった後なんで、まるまる20年はないんですけれども、まあ、19年とか18年ぐらいは独占権が保障されてる。うん、だから期限付きだけど保証があるのか、でもリスキーだけど無期限なのかっていう、その辺がやっぱり考え方次第なんですよね、うん、だからその時間的制限性っていうのが、まあ、特許を取るかどうかのちょっとネックになることはありますね。で、3つ目がさっき言ったように属資主義なので、特許権を取りましたって言っても日本国内でしかその独占権は保障されてないので、でアメリカで実施したいんだったらアメリカで取らなきゃいけないし、うん、だからよくメディアなんかでね、世界特許っていう言葉がこう踊ることがあるんですけれども、そんなものはないんですよ。世界特許なんていうものはないんですよ。つまり1個の特許権が世界中に通用するみたいなね、そんなものはないんですよ。
だから条約を使うルートを手続き上使ったとしても、それぞれの国で一個一個別の特許権が発生しているので、うん、その万国共通みたいなそんな特許権はありえないんですね。だから本当はその世界特許みたいな言い方っていうのは不正確なんです、うん、だから皆さんが言葉の これからね、その専門家になるわけだから、言葉っていうものを慎重にそして正確に使っていただきたいんですけど、まず、まあ、今日のところで言うと世界特許っていうことは使わないっていうことね。で、あとよく特許申請とかっていう言葉を使うんですけど、申請と出願って何が違うか知ってます？一般的な、これは普通の話なんですけど、特許法の話ではないんですけど、申請するっていう言葉と出願するっていう、あんまりないでしょ、出願するって言い方の方があんまりないと思うんですよね、うん、申請っていうのは実体的な審査を伴わないものを申請というんです。お金さえ払えば、申請書を出せば受け入れられるものを申請と言います。で、出願っていう時には実体的な審査を伴うものを出願って言うんですね。で、特許は申請って言っちゃうと、え、審査ないのってなるんですよ、うん、お金払いさえすれば特許になるのってなっちゃうんですよ、申請って言葉を使うんであれば。だから申請って言葉は不正確なんです。特許出願って言わなきゃいけない、うん、特許申請ってよく書いてるんですよね、メディアなんかだと。でもそれは不正確、うん、だからまあいろいろあるんですけど、その見てると気になることばっかりなんですけど、うん、だから皆さんも多分徐々に気になることばかりだと思う。で、特にその知的財産の世界っていうのはまだまだあんまり知られてない専門的な分野ですよね。で、今日テレでドラマやってるの知ってます？それってパクリじゃないですかっていう、ジャニーズの子が出てるドラマで、あれ見ててもね、もうめちゃくちゃ気になることばかりなんですよ、うん、ちゃんと弁理士入って監修してるんだけど、でも多分あんまり難しくしすぎちゃうとドラマのその意図するところが隠れてしまうから、多分ちょっとそのいいのって思うこといっぱいあるんだけれども、だけど多分その辺はちょっとこうグレーに残してるんだろうなと思うんですけどね、うん、だけどあれもなんか私のね、なんか兄弟とか親とかと話をするとなんか難しいって言うんですよ、話が、うん、でこの専門的な、ね、視線から見ると全然なんだけど、でもやっぱり一般の人からするとなんか難しいって言うんですよね、うん、だからやっぱりその知財の分野っていうのはちょっとこう言葉一つでも難しく感じるし、うん、で世の中的な目線で見ちゃうと不正確なことが多いから、皆さんはちょっとこっち側の世界に足を踏み入れてもらって、ちょっと目線というかその正確性を見る目っていうものを徐々にね、徐々に養っていただきたいなと思いますね。はい、では今日はちょっとここまでにしますね。で、次回1週明けかな、5月6日かな、なると思うんですけど、続きを、やりたいと思います。条文は知れずにね、条文を使って条文の読み方をねしっかりやっていきますね。いまだかってね、質問に来るともうそこに気になるっていうのが結構あるんですよ。それこういらないんだよとかね、なんかそこに気になるみたいなことが結構あるので、初めからちゃんとね読めるようにしておきたいと思いますので、はい、では今日はこれで以上となります。皆さんお疲れ様でした。